県 の, あ, のあるところに住んでいる家族というのがいまして、私はそれ の, あの一番末娘さんからお話を聞いたんですね。で彼女今もう40歳ぐらいなんですけれども、彼女が、小学校5年生ぐらいの頃だ、ずいぶん前ですよね、30年ぐらい前になるのかもしれないね、30年近く前、まあ、彼女にはお姉さんが2人いました。で上のお姉さんは非常に出来がいいで、それって、まあ、ちょっと下の子からしてみるとかなり年が離れてる、10歳近く離れてる。で年が一番近い次女さん、次女の2番目のお姉さん、2番目のお姉さんという子、この子はね、あの学校ですごくいじめられてたんですって。でまたね、その家 の, あのご両親っていうのがしつけに非常に厳しかったっていうんですけれども、まあ、私に言わせたらそれはしつけではなく虐待なんではないかと。例えば夜は必ずその下の2人は、10時にはベッドに入らなくちゃいけない、もしもその入ってないのを見つけた時はお父さんが市内で叩く。で、まあ、何かというとお父さんが市内やら僕とやら持ってきて、まあ殴ったり叩いたりするお家だったそうなんです。でお母さんというのは全然かばってくれなくて、お母さんまた言葉ですごく娘たちを罵倒する、それももう結構ひどい罵り方をする。で、まあ、いじめられて、親にもいじめられ、学校でもいじめられてなったら、その2番目のお姉さんっていう人が、まあ、心を病んじゃったんでしょうね。いわゆる潔癖症になってしまって、手をこうしょっちゅう洗うようになった。それももう同行していて、まあ、手だけじゃなくお風呂もあれしたり、もうすごい手なんかもう老人みたいにしわしわになっちゃって、でもう日常生活にもういろいろ差し障りが出るほど四六時中手を洗ったり物を洗ったりするようになってしまった。ところがそんな様子を見ても親がまあ病院に連れてくでなし、いろいろ生活を改めるでなし、ますますひどくいじめるようになったんですよ。でその2番目のお姉さんが、中学生で、下の私に話してくれた彼女が、小学校5年生の時、毎年夏休みになるとその渡良瀬川のそばとかで花火大会があるんですね。で花火大会に家族で行くのがまあ恒例だった。でお父さんはね、割とね町の名士なんですよ。でいつもは娘たちのことをいじめてるくせに、そういう時になると、まあ、着飾らせて浴衣を着せて連れてって行って、でその、まあ、町のお偉いさんに、まあ、挨拶をさせるというのが、まあ、習慣だったそうなんです。でその花火大会にお父さんの会社なんかも出資してるから、まあ、それはそれで当然のことだったのかもしれないんですが、ただそこに行くと、まあ、学校の友達とかも来てるわけですよね。で2番目のお姉さんはその学校でいじめられてるもんだから、その学校の同級生に会うのが嫌で行きたがらなかった。で非常に、まあ、拒んだんですね、その年。するとお父さんが、まあ、激怒しまして、まあ、また殴る蹴るで、まあ無理やりに着替えさせて連れていく。ところが2番目のお姉さんはもうその花火大会どころじゃないんですね。もう綺麗な格好させてもらったけども、ずっと下向いてメソ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 泣いていたと。その態度が気に入らないっていうんで、また家帰ってきて折檻ですよ。でお父さんとお母さんは町のなんか有力者の方のお付き合いがあったんで、2人で車で出かけた。で娘たちには早く寝なさいよと、で帰ってきた時に起きてたら許さないぞみたいなことを言って、で、まあ、2人は寝室に行ったわけですよね。と夜中にお姉ちゃんがこう2段ベッドの上に寝てたらしいんですけど、上から降りるんで目を覚ましたんですって。お姉ちゃんどうしたのって言ったら、死にたいって言うんですって。でお姉ちゃんダメだよって言って、まあ、お姉さんが部屋から出てくんで慌てて起きてついてた。とお姉さんが、私死にたいのって言って外に行こうとするんです。で、ダメだよ、どこ行くの、怒られるよ、もうすぐ帰ってくるかもしれない、死にたいのって言って外に出てっちゃうんですね。それで慌ててその妹はついてって、お姉ちゃんどこ行くの、お姉ちゃんは自転車に乗って行くんですよ。で、慌てて自分も自転車に、お姉ちゃん待って、どこ行くの、お姉ちゃんずっと黙って声出るんですね。で渡良瀬川の、まあ、河川敷に来た。でお姉ちゃんそこで自転車こう捨てて川の方に歩いていくんですよ。死にたいって言いながら歩いていくんで、お姉ちゃん、真っ暗なんですよ、あたりは川のせせらぎが聞こえます。で、まあ、多少月明かりはあるけれども、もう本当に視界が悪い、見えないんです。水なんてね、夜そんな川なんか行くと真っ黒に見えるもんなんですよ。でその真っ黒な水がバシャッ、大きい音立てたんですね。お姉ちゃん、バシャンバシャッ、離れたとこから、私死にたいのってお姉ちゃんが言ってて、バチャ
ゃんばちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんダメだよ。でも怖くて川には入れないんですよ。お姉さんのシルエットがちょっと見える。あ、お姉ちゃんダメだよ、川なんか入っちゃダメ、死にたい。それっきりいくら読んでもお姉さんの声がしなくなったんですって。お姉ちゃんお姉ちゃん、わあどうしようと思って、妹はまあ泣きながら自転車乗って家に帰ってきたんです。でそうするとそこへたまたまちょうどタイミングよく両親が車で帰ってきた。あんた何やってんのこんな夜中に外で、こらみたいな。あのね違うの、お姉ちゃんがね、説明したわけです。すると両親が、何バカなこと言ってんの、無遊病、変な夢見たの、それとも何悪いことしてんの、なんかごまかそうとして、そうじゃない本当本当のこと言ってる、お姉ちゃんがね自転車で川の方行ったから私後ついてったらお姉ちゃん川に入っちゃってわーって泣いたわけですね。でそしたらまたまたそんなことない、変な夢でも見たんじゃないのと言って、まあ、両親が引っ立てるようにして彼女連れて、まあ、2階の子供部屋に来たわけですね。そしたら2階の子供部屋パチッと電気つけたら2段ベッドの上で誰か寝てる様子、もう形で分かるわけですよ。ほらお姉ちゃん寝てるじゃないよ、もう何言ってってお母さん言って、何何っていうふうにお姉ちゃん名前呼びながら布団に手をかけた、 下から2段ベッドの上に。そのとお母さんがってなって固まるわけですよ。何何と思ったらよく見たら2段ベッドの上びっしょり濡れてるんです。でびっしょり濡れてる、布団から何からバケツで2杯も水かけたみたいにぐっしょり濡れてる。ところがベッドの上のお姉ちゃんと布団はぐっしょり濡れているのに、周りの床とかは全く濡れてないんですよ。水滴一つ落ちてない、ベッドだけで、不思議じゃないですか。でお姉さんをまあ起こすわけですね。何何起きなさい、どうしたのこんなぐっしょり濡れて。でお姉ちゃんがこうむくっと起きる。でまあ、布団からあ濡れてるみたいな、びっくりしてこう下に降りてくる。でいやでもおかしい、お姉ちゃん本当に川に行ったんだよ。ちょっとお姉さんシーンとしてんの、ね、何の話みたいな。でお父さんに、お父さんお父さん本当なの、だってお姉ちゃんその証拠があるもん、なんだ言ってみろ、だって河原にお姉ちゃんの自転車があるはずだもん。それで分かったと、じゃあお前ね嘘ついてたら本当に承知しないよと、一緒に河原に行ってみようか。でお父さんが、まあ、怒ってちょっと切れ気味な感じで、その下の末娘を連れて夜の夜中に自転車で、お父さんも自転車って河原に行ったんですよ。そしたらね本当にお姉ちゃんの自転車がある。あれ自転車がある。お父さんそこで何にも言えなくなって、無言で二人でまたお姉ちゃんの自転車をお父さんが引きながら帰ってきたんですって。でその翌日からなんですけれども、お姉さん全く人間が変わったようになって、まあ、その潔癖症が治ったというだけではなくて、非常にこう明るい積極的な、またたくましい、何か言われればポンポンと言い返せるような性格に変わったんですって。それまでは非常に、まあ、子供の頃からいじめられてきたり虐待に近いしつけを受けてきたことから、まあ、無口で暗くていつもうつむいておどおどして、そのために余計いじめられるようなそういう人だったのに、性格がまるで変わってしまって、非常に明るい強い女性になった。でその後自分の行きたい大学に進学し留学もし、今は子育てをしていて仕事もバリバリやっていて、すごい強い女性なんですがって彼女が言うんですよ。いい話じゃないですか、でも不思議ですよねって言ったら、いえでもね、私も結婚して夫にこの家族のアルバムを見せたんですよと、夫がね言うんですよ、この2番目のお姉ちゃんさ途中から顔が変わるよね、全然違う人になってないって夫が言ったんですよ。私もそう思うんですよね、家族全員分かってると思うんですけど誰もそのことを指摘しないんですよ、というお話でした。ほー、小学生の低学年の時だと思うんですよ。その当時はもちろん僕実家に暮らしてますし小学生ですしね。で母ちゃんと同じ布団で眠ってたんですよ、うん、でいつも通り学校行こうと思って朝起きてたら、珍しく
母ちゃんいつもだったら朝ごはん作ってたりとかするんですけど、布団の中で眠ってたんですよ。であ珍しいこともあるもんだなって思いながら、まあ、僕は学校行く準備をするわけですね、うん、でもう飯食ったら家出れるっていう風になってても布団から母ちゃん起きてこないんですよ。だから新聞読んでた親父もさすがにおかしいと思ったのか、まあ、母ちゃん由美子って言うんですけど、由美子お前いつまで寝てんのよって言ったら、うーんで母ちゃん声出して起き上がろうとするんですけど、布団の中でで立ち上がろうとか起き上がろうとすると転ぶんですよ何回も。でうちの親父が由美子お前どうしたっつってバッてこう持ち上げたら顔半分もう麻痺で動かなくなってて、ですぐに救急車っつって運ばれてったんですよ。で僕はまあ学校行けって言われて学校行って帰ってきてみたら、まあ僕4人兄弟なんですけど、兄弟全員と父ちゃんと、まあ、母ちゃんの方の両親だからじいちゃんばあちゃん家にいて、母ちゃんくも膜下で脳の血管切れてたんですって、うん、で死ぬかもしれないと。でもし仮に生き残ったとしても、手術成功して退院して家に戻ってきたとしても今までの通りの生活は絶対できない、一生車椅子もしくは一生介護が必要な体になるっていう話をされて、うん、まあ、幼いながらに、あ母ちゃんもういつも通りの俺の知ってる母ちゃんじゃないんだとか思ってたんですよね、うん、でお見舞いに兄弟とかもちろん行くんですけど、うん、僕母ちゃん見るの怖くてお見舞い行けなかったんですよ、うんうん、で一月半ぐらい経って母ちゃん退院するっつって、で僕学校終わって家帰ってきてもう落ち着かなくて、なんかテレビ見ても内容入ってこないですし、でそんな中車が家の前に止まったの見えて、あついに母ちゃん帰ってくんだ、どんな状況かなと思ったらめちゃくちゃ普通に帰ってきたんですよ。あ翔平久しぶりって言って、うん、いや美容院退屈だったわつって、でもめちゃくちゃ元気じゃんってなって、何にも障害残ってないんですよ。で嬉しくなって、それ以上特に何も突っ込まなかったんですよね。でそれからちょっと経ってからご飯中に、まあ、それこそ親戚みんな集まって、いや由美子ちゃんよかったね元気になってって言われてる中、変な夢見たんだよねって言うんですよ、うちの母ちゃん。で夢って何ってみんなで聞いてたら、多分手術をしてる時なんですって。その夢見たの家族みんなで、僕北海道出身ですけど札幌隣町に小樽って町があるんですよ。小樽の築港って言って、あの海の船を止める場所、うん、家族みんな立ってるんですって。そしたらみんなで築港の海の中をこうやって覗いてるんですって、家族みんな。で母ちゃんも気になって覗くんですよ。そしたら水面下に真っ白いものが見えるんですって。でなんだろうってよく見たら、ドラム缶ぐらいの太さの蛇の胴体なんですって、真っ白い。でそれが海からずっと築港を乗り越えてって町の中走ってって山のてっぺんまで続いてるんですって。で山のてっぺんに真っ白い鳥居が立ってるんですって。でなんだろうこれって思ったら、うちの父ちゃんが、みんな山の方向け手合わせろってやったところで目覚ましたんですって。だから手術無事に成功しましたって言われて、体もちょっとまだ麻痺残ってるにしても動くって、リハビリした結果何の問題もない。でお医者さんにどういう状況でしたかって聞いてみたら、あと2ミリ血管切れた位置がずれてれば間違いなく死んでました。手術に関しては僕たち麻痺残ると思ってました、障害残ると思ってました、なのになんで元気か分かんないですって言われたんですって。それはもう原因不明だと。でうちの母ちゃんは、いや何だったんだろうあれっていう話をして、その日終わったんですよね。でうちの実家って仏壇があるもんで、あの月に一度お坊さん来てお経をあげるんですよ。でお坊さんが来てお経をあげてて、お経をあげ終わったらお茶母ちゃんが出して、で坊さんと母ちゃんがこう喋ってる中、僕も横でぼーっとしてて、で母ちゃんが何気なく、いや本当でも私元気に退院できてよかったですって言ってたら、お坊さんが、いや本当そうですねつって、でお坊さんに母ちゃんが、いやそういえば私夢を見たんですよ、でさっきの話をしたんです。
で、し終わったらその坊さんがあれ言ってなかったっけって言うんですよ急に。で僕も何のことだろうって興味持ってまたちょっとこう坊さんのこと見てたら、うち神棚もあるんですよね、神棚をこうやってやって、由美子さんち龍神様も釣ってるんだよって言うんですよ。へー。で龍神さんって人に化けるときは女性の姿になることが圧倒的に多いんですよね。ほう。だから女性の守り神になることがすごく多いんですって。ほう。だから多分、まあ、僕もまだまだ幼かったですし、まあ、そうやって死ぬにも早いですし障害残すのもどうかって思って、多分だけど龍神様が由美子さんのことを助けたんだと思いますよっていう。だから怖い話かっていうと怖くはないですけど、えそんなことあるっていう、そんなお話でした。ありがとうございます。ですね、最近聞いた話で、道具屋さんにも通ってるんで、その道具屋さんから聞いたんですけど、子供の時にね、三重に住んでたらしくて、でおばあちゃん家が近くにあったんですよ。おじいちゃんおばあちゃんの家が近くにあって、それが、海辺の近い家で、でそこに通ってたんですけど、なぜ通ってたかって言ったら、その人の家は漫画が禁止やったんですよ、でジャンプとか古いジャンプとかですけど、そういう少年誌が、その親戚のおじさんがまだそこに暮らしてたんで、その人が漫画好きで、その本を読みに行くためにそこに通ってたので、その漫画がある部屋っていうのは2階にあるらしいんですけど、で2階に行って、その親戚のおじさんの家、部屋で漫画を読んでたんです。それじゃあいつも後から分かったんですけど、その低気圧、すごい低気圧が来て、その雨が降る前、これは後から法則が分かったんですけど、その時になったら、その押し入れから三河万歳って分かります？何ですかね、多分愛知とかの方で伝わってる踊りなんですよ。めでたい時とかに踊る扇子とか持って、その古い2人、おじいさんが2人出てくるんですって。で押し入れから出てきて、めでたい踊りをするんです。でそれ子供の時やから、それがもうはっきり見えてるから、何やろこの人らってずっと思ってたらしいんですよ。で多分子供やからよく分かんなくて、隣のに住んでる人なのか、その2階に居候してる人なのか分からなくて、ずっと漫画読んで無視してたんですって。で読み終わって、終わるじゃないですか。それじゃあその雨がドバーって降ってくるんですって。それじゃあ消えるんです、その人が。押し入れに帰ってくるんですよ。で最初は気になってなかったんですけど、なんかおかしいなと思って、おばあちゃんに何回か聞いたんですって。 上におる、たまに出てくる、押し入れから出てくるあの人ら誰なんって言って聞くんですが、はあ何言ってんのって、なんか無視されるんですって。でまた雨がない時は出てこないんですよ。でもまたこう低気圧でこうドバーって雨が降る前に、またその二人がめでたい踊りを踊るんですよ。で一回おばあちゃんと二人でこう2階に上がった時に、その雨が降る、また低気圧が来て雨が降る前に、押し入れから二人が出てきたんです。でその時に、おばあちゃんこの人らやでって言ったら、見えないんですって。で何のこと言ってんのっていう、隣でずっと踊ってるんですけど、であこれは僕にしか見えてないんやと思って、でそっから怖くなって家に行かなくなったっていう、ただそれだけの話なんですが、雨が降る前に出てくる
めでたい踊りを踊る人ら。へー、面白いですね。今なんか聞いててそういうのあったような気するよね。なんかあ、ちっちゃい時にさ、まあ、あんま覚えてないけど。僕の母親ってのが保育士だったんですね。保育園の園長をやってたんですけど、40年ぐらい前に小さな保育園建てて、で母親それ建てたのと同時期に真横にもう大きな保育園ができたんですよ。で僕の母親のところは0歳児から2歳児までを預かって、で隣のところは3歳児から5歳児までを預かってたんですよ。で今からね30数年前だなんですけど、ある日この隣の保育園でですよ、夕方6時過ぎになって、まあ、ほとんどの、ね、子供たち帰っていくんですけど、まだお迎え待ってる子供が4人残ってたと。で先生たちも順に帰っていって、で残ってたのはね、恵子先生っていうおばあちゃん先生、あ、若い先生と峰ちゃん先生っていうおばあちゃん先生だけだったんですよ。で若い恵子先生がね、こう片付けしてて、で最後にね、このグラウンドの見回りに外に出た。でも北海道ですからね、夕方になって日が沈むのが早い。でも一生懸命こうグラウンドに転がってるおもちゃなんか拾い集めてた時に、グラウンドの周りぐるっと柵が囲ってるんですけど、柵の向こうから視線を感じたんですよ。でふっと見たら柵の向こうに小学校低学年ぐらいの女の子が2人立ってる。で捕まってこうじーっと見てるんですよ。であれと思って、どこの子って聞くんですけど、何にも答えないんですよ。でもうね、暗くなってきたから早く帰りなさいねって言ってくるって背中向けた時に、あれと、なんか肝心なこと見落としてんじゃないかと思って、でたった今見た2人の顔を思い浮かべた時に、目なんですよ。目が普通の人間のそれじゃないんですよ。白目の部分どこにもなくって、眼球全体が真っ黒なんですよ。で何あの子たちと思って、もう一度後ろくるって振り返ったら、女の子2人真後ろに立ってるんですよ。わずか 1,2 秒の間に鉄柵をどうやって通り抜けたか分かんないんですよ。で恵子先生をね、下からじーっと見上げてるんで、でも本能的に、あ、これは危険だと、ここから離れようと思って玄関のあたり見たら、この保育園玄関出てすぐのところにスロープがあるんですけど、そこのスロープの上にゆかちゃんっていう女の子がね、3歳の女の子が一人追いかけて出てきちゃったんですよ。先生の後ポツンと立ってるんです。ゆかちゃん早く中入りなさいって言うんですけど、ゆかちゃんも女の子2人の異様さに気づいてるの、目まん丸くして立ってるんですよ。これは危ないと思ったの。もう恵子先生ダーッと走って、でゆかちゃんかっさらって玄関の中入る。でこうね、両開きのガラスをガラガラガラと閉めるんですけど、閉まらないし、えって後ろ振り返ったら、女の子2人が両方からガラス戸の、ね、取っ手に手をかけてグーッとこじ開けようとして、もうやめなさいっていう声で、まあ、峰ちゃん先生もね、おばあちゃん先生もかけて、でなんとかこうガラス戸閉じて鍵閉めるんですよ。で女の子2人をね、改めて見たら、まあ、日が暮れてるんですけど、その闇の中で女の子たちの目だけが黄色く光ってるんですよ。さっきまで真っ黒だったの。もう明らかに妙なものなんですよね。でこうガラス戸叩き始めるんですよ。だからもうどうしようかなと思ってた時に、スロープの横からゆかちゃんのお母さん迎えに来ちゃったんですよ。で先生遅れてすいません、今迎えに来ました。もうこっちそれどころじゃないですよ。お母さん来ないで、今逃げてって言うんですけど、ゆかちゃんのお母さんは状況を飲み込めないのか、どうしたんですか、何かあったんですか、でもね、もうそれどころじゃないから、でもこれ一旦ね、鍵開けてお母さんも中入れちゃおうと、もうこのままじゃ危険だ、でもしそれで女の子ついてきても、まあ、これで こっちはね、大人3人になるので、なんとか力合わせ取り押さえようと、そう腹くくって恵子先生鍵に手伸ばした時に、後ろにいる子供たちより同時に声揃えて、ダメ、それゆかちゃんのお母さんじゃないって言うんです。え？と思ってみたら、ガラス戸の向こうでゆかちゃんのお母さんも同じ目してこっち立ってるんですよ。でもうこれダメだと、で先生2人子供たちをね、それぞれ両脇に抱えて、まあ隣の僕の母が働いてる保育園に逃げ込むんですよ。で母親もね、まず様子見ようと思ったんで、僕の母がカーテン開けてシャッと暗闇の中見たら、ちょうど隣の保育園の玄関のあたりに黄色く光る6つの目がこっちをじーっと見てたと。でそれ見た時に直感で僕の母が、あ、キツネだって言ったらしいです。っていうこれ、キ
狐のお話っていうくくりでしてるんですけど、もう今日初めて言うんですけど、僕ねおそらくこれ狐じゃないと思うんですよ。っていうのが、まあ、北海道なのでいるとすれば北狐ですよね。狐の中で北狐だけは目が黄色く光らないんですよ。あ、確かに。だとすればこれ狐なんかじゃない、全く別の何かなんですよ。でそれが何なのか、動物なのか、それともその子供的な何か、無邪気な何かなのか、目的すら実は分からないんですよね。はあ。沖縄にウィタさんっていうね、まあそういうシャーマン的な人がいるんだけど、ある女の子がいて、まあ、その子、まあ、とてもその霊感が小さい頃が強かったんですよ。で沖縄ではよくその子供が霊感があると将来ユタになったりするんだけど、ユタになることっていうのは一種の呪いなんですよね。神様から呼ばれて、もうこの神社行けとかこの御嶽行けってで言われて、お金も儲からないし家庭も崩壊する人いっぱいいるし、だから親としてはこの子をユタにしたくない、だから能力を外してほしいんですよ、うん、でそういう時どうするかって言ったら、力のあるユタさんのもとにこの子を連れて行って、この子の力を外してくださいと。で外れる場合があるんですね。で外れたら現世ではこの人はユタにならないんだけど、来世ではまたユタにならないといけない、まあ、先延ばしみたいな感じなんですよ。で、まあ、その女の子も結構霊感があっていろいろ見えたりしたから、お母さんがどうかこの子のその力を外してくださいってあるユタに言ったんですね。じゃあそのユタさんがその子を見て、この子は力があるから私には外せないって言ったんですよ。でも私の言う通りにしていれば外せるかもしれない。でそう言われたので、しばらくそのユタさんのもとにその女の子を通って、まあいろいろ修行じゃないですけども、身の回りの世話したりとか雑用したりとか、一緒にユタ着回ったりとかしてたんですね。でその女の子からするとそのユタさんあんまり好きじゃなかった、近寄りたくなかったみたいな感じだったんだけど、しばらくしてからそのユタさんが亡くなったんですよ、うん、でその女の子には見えてたんだけど、そのユタさんの後ろってね、あの本土の言葉でいう使い魔、式神みたいなのがいっぱいいたらしいんですよ、うん、でそういうユタさんのところに行くと、そのユタさんはすごい力があったので、この式神にお願いして、例えば亜美さんが僕のところに来るじゃないですか、うん、そしたら式神を使ってもっと亜美さんをひどい状態にさせて、じゃあ私が出ていて直しましょうって言って、この人がやったら治るわけですよね。でそれでお金もらうわけですよ、うん、そういうことを平気でやってるユタさんがいたらしいんですよ。でそのユタさんが亡くなりましたと。じゃあどうなったかって気になりますよね。その後ろの式神がどうなったのか、うん、おそらくですけど、その式神ってのは取り付くホスト、つまり霊能者とか、そういう占い師、ユタさんって呼ばれてる人を探してるわけですよね。である時その女の子がちょうどね、そのユタさん、それはねユタさんが結構たくさんいる町ってあるんですよ、沖縄に。ここは有名なユタさんがいっぱいいるとか、そこを見下ろす丘の上から車でこう降りてたんですね。なんかね町に変なものが見えるんですよL 字を逆にしたみたいなものが、最初なんかその高いビルを建設するときにこういうクレーンがあるじゃないですか、はい、あクレーンがいっぱいあるのかなと思って見てたら、どうも違うんですよ。あのチンアナゴっていうか、海の中からこう出てる魚がいるじゃないですか、うんはいはいはい、あんなモコ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 としたものがいっぱいその街の上にこう見ながら、サーチライトでも照らすみたいにこう光をふわーって当ててたんですよね。でその瞬間に、あ見つかってしまうと思って、その子はもう知らないふりをしたんだけど、車運転してる時にもこのフロントガラスからぬーって目の前で止まるんですよね。これがでも見えると相手に感づかれたら終わりだから、本当に見えないふりをしてこう車で行ったんだけど、その式神っていうのはね、やっぱり主をなくすと次に取り付く人を探すんですよね。はあ、
だそれに取り憑かれた人が僕知り合いで一人いて、ある時寝てると、ね、16歳で記憶なくしちゃったんです、うん、で32歳まで記憶がないんですよ。でこの間何してたかって言ったら、その16歳の時におかしくなって一回精神病院入院するんだけど、出て沖縄市っていうところの長い坂があるんだけど、その坂を朝から晩までずっとこう往復するんですよね。で途中でこの人はユタになっていろいろな人をこう見たりしてたんだけど、32歳の時に倒れて、そこからそのユタの記憶がないんです。16歳前の記憶はあるんだけど、でこの間の記憶がないから、太鼓催眠とかいろいろ本人やったらしいんですけど、何も拉致が開かないと。であるユタさんにやっぱり見てもらったんですよね。そしたら、あんたこの時期記憶がないだろって言われて、あ、ありませんって。この時期な、あんた別のところにいたユタの式神がついて、あんたにユタグトゥ、ユタのことさせてたと。でもその式神が今なんか理由があってこういなくなっちゃったから、あんた記憶が戻ったんだよって。あんたもしこのままだったら60ぐらいまでこんなことさせられてそのままぽっくり死んでたはずよって言われて、で一番困ったことに、今ねその人45ぐらいなんですけど、夜寝てるとね、ここら辺にもーってしたのが来て、たまに顔を覗くんですって。でその度にこう知らんふりをして寝るのが辛いって話をしてました。引っ張られるとか呼ばれるってやっぱりあるじゃないですか、うんうんうん、でこの話は実は僕が経験した話なんですよ。で現実の僕が幽霊を見たんじゃなくて、今まさに幽霊を見てる人のすぐそばにいたんですよ、僕。でそれがですね、これ東京の話なんですよ。東京のちょっと場所は言えないんですけれども、僕が二十歳ぐらいなんで、まあもう10、20年ぐらい前ですかね、当時僕とある東京のある場所で、まあ、クラブの DJ を、まあ、した時があって、でその時に僕がお付き合いしてた、当時お付き合いしてた彼女が遊びに来るよって言って、まあ、クラブに来てくれたんですよ。でクラブの外に迎えに行ったんですけど、その彼女がベロベロに泥酔してて、もうちょっと今このまま比べるとちょっと酔い覚まさないと危ないかなと思ったんですよね。なのでちょっとそこ散歩しようって言って、まあ、夜の住宅街を2人で、まあ、酔いを覚ますためにこう歩いてたんですよ。で、まあ、住宅街なんで、まあ、住宅街に立ち並んで、まあ、ポツポツと街灯があるんですけど、基本的には薄暗いんですよね。そしたら突然その彼女がバターンって倒れたんですよ。でいわゆる急性アルコール中毒とかの心配もあるんで、あ、大丈夫って言って起こしたら、彼女がスーって顔を向けたんですけど、全然別人の表情なんですよ。でどうしたのって言ったら、一言も彼女何も言わずに、そのずっとこう道路の向こう指さすんですよね。で何って言ったら、その指の先には薄暗いその自動販売機がポツンとあったんですけど、そこ指さしてその彼女が夏子ちゃんって言うんですよ。で何って言ったら、夏子ちゃんほらって言って、僕の顔を見て、私夏子ちゃんと遊んでいくからあなたも帰っていいよって言い始めたんですよね。で何言ってんのって言って、必死に僕彼女をその大通りの方に連れて帰ろうと思ったんですが、すごい力で引っ張るんですよ僕の腕を。一緒に行こう夏子ちゃんほらほらっていう感じで引っ張られるんで、僕の知り得る限りの、まあ、オカルト知識を総動員してですね、よくこういう時ってこう同情しちゃいけない、かわいそうと思っちゃいけないって言うじゃないですか。なんで心の中で必死で、僕は見えないですけどね、夏子ちゃんっていう人に向かって、すいません僕たちはあなたのことを助けてあげられません、いつかあなたのことを分かってくれる人が来た時にその人に助けを求めてください、僕も彼女もあなたには何もできないんですっていうことを心の中で必死にずっと思ったんですよ。で、まあ、時間で言うと、もうもしかしたら5分10分ぐらいだったのかもしれないですけど、と突然その彼女がまたプツンってこうスイッチが切れたように意識を失って、バタンって倒れたんですよね。でもう一回起こしたら、まあ、元の表情に持っていて、で、まあ、その隙にじゃないですけど、うん、彼女の腕を引っ張って、まあ、その日はもう家に連れて帰らせたんですよ、ね、うん、っていうことが、まあ、あったんですよ。でおそらく彼女その時何か見てたのかなと思って、次の日彼女に連絡して聞いたんですよね。そしたら
昨日ごめんねって彼女言うんですよ。私もすごい酔っ払っててほとんど覚えてないのっていうふうに言ってたんですよ。で、まあ、それでまあとりあえずまあよかったねって話をしてたら、彼女がボソッと、ところでさ、夏子ちゃんって誰って言ったんですよね。で、私昨日夏子ちゃんってことあったんだけど、なんか見た目がおかしいんだよね、三つ編みをした女学生みたいな格好をしてて、私そんな人のいるような場所に行ったことないと思うんだけどって話をしてたんですよ。その夏子ちゃんと会ったって記憶だけはしっかり残ってたんですよね。で、なのでおそらくその時彼女その住宅街何かを見たんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあちょっとその話を思い出しました。はあ、これ女性の方から聞いたんですけどね、その方は20人ぐらいいるデザイン会社に、まあ、働くことになったんですよ、うん、まあ、年齢45歳ぐらいの人なんですけど、行ったらね、もう挨拶始めしますよね。で、順番で挨拶したら20代後半ぐらいのちょっと小太りな感じの人が、うん、彼女を見た時にすっごい形相になったんですって。それが驚いたじゃなくて恐怖、わかるじゃないですか、大体恐怖、うん、ありえないじゃないですか、普通初めて会った人にえっと思って、でちょっと怖かったんだっつって、えっと思ったんだけど、まあ、急に普通の顔に戻って、その小太りの顔、うん、始めましたっつって、でそれから仕事してたら視線を感じて向くとそいつが見てるんですよ。で目そらすんですよね、うん、で、まあ、その方はねちょっとまあ気の強い、僕も知ってる気の強い方だから一回聞かなあかんなと思ってたって言うんですよ、うん、なんか勘違いしてるかもしれないじゃないですか。で一生懸命思い出したけど絶対記憶にないし、なんか全然知らん子やし、なんか勘違いしてるんじゃないかなと思って、1ヶ月後に仕事が楽になったから、じゃあ彼女の、あのね、来たからそのちょっと会でみんな飲もうってことになって、でその、ね、人も行って飲んでたんですよ。でその彼も飲んでたから、あ、ちょいいぐらいやなと思って、まあ、ビール持ってって、で冗談っぽく、あんたさ私のこと見てるやろって言った。いえって言うんですよ。はじめ、いやいや嘘見てるやん、え、あんた私のこと好きやのって冗談っぽく言ったんですよ、うん、え、違います、で見てるよね、見てます、やっぱり私のこと好きやねん、なんかおばちゃんマニアとか、違いますって言うんですよ。何やのって言ったら、あのごめんなさいこういうことを言うのあれなんですけど、僕ね子供の時からずっと変な夢見るんです。え、どういうこと、あのいつもじゃないんですけど変な夢見るんです。それいつからか分かんないんですけど、僕が物心ついた時からねその夢で見るんですよって。えって、どんな夢の、あのねパターンはいつも一緒なんですけど、初め僕ね侍なんですって、侍で右手に刀持ってるんですって。で前見たら土に穴が掘ってあるんですよ。僕そこにね右手に刀持ってねこうやって立ってるんですよって。そこにねうわーって叫びながら右の方からね女の人を連れてくるんですよねって。で見たらもうなんか着物のちょっとボロボロのような服を着たみそぶらしい感じの女性が連れてこられて、で次のシーンになったらその女性がその穴に向かって首出してるんですよ。後ろ手くぐられて、そこで自分は分かるんですよ。あ、僕はこの人の首を切らないといけないんだと思うんですって。で、まあ、なそう思って夢の中で持ち上げて首を出してる女性の首に向かって刀をガッと切りつけるんだけど、途中で失敗して途中で止まっちゃうんです、ガツンって。でその途端ブワーッと血が出て、その女性がガガガって言いながら振り向いて口から目からすごい血出てて、その顔があなたなんですって。そっくりなんですよって。で後ろ姿のあの首も僕ずっと見てるからそっくりなんです。ごめんなさい本当別になんか意味わかんないんですけど、あまりにも似てるから初めて会った時真ん中をしちゃってずっと気になって見てたんです。でその彼女に聞いた時どうしようもないですか、そんなこと言われても、うん、で冗談にしてもわけわからんし、あそうなんだって話終わっちゃったんですよ。どうしようもないから。でその日の夜からその彼女変な夢見るんですよ。何かって言ったら、うん、まず自分はなんか暴れてるとか始まる、わーっていきなり男がわー掴まれて連れてかれるんですよ。目の前穴掘ってあるんですよ。でそこに首向き合い出されるんですよ。で次にあっと思ったらガツンって感触があって、あっ首切られた、あでも途中で止まったと思って振り向くとすごい形相の彼が立ってたんです。で血がブワーって出て急に痛みが来て目覚めたんですよ。うわあんな変な話聞いたから嫌な目見たよと思ったんだけど、そんなこと文句言えないしどうしようかと思って、まあ、言えないからしてたら、また1週間後また同じ目見るんですよ。それが1ヶ月続いたんですよ。
うわなんだこれ毎日じゃないんだけどやっぱり嫌じゃないですか。でもそれ彼に言うてもしゃあないしどうしようかなと思ったらお昼ご飯食べてたら彼がニコニコしながら来て、あのねって言うんですよ。どうしたの。あのね不思議なんですけどあれからの夢見なくなったんですよ。でそれから彼はその夢全然見なくなって彼女は未だに忘れた頃にその夢見るんですって。マジでよくわからないんですけどねどういうことなのか。うわまあ残されたそのなんか残されたもののっていうのなんですけど聞かせてくれたまあ女性が、うん、ああ京子さんとしておきましょう。京子さんが、まあ、ご結婚が決まっていてで旦那さんがいてで旦那さんはこうすごくお母さんが大好き でお母さんがもうねお亡くなりになっちゃってるんですね。でお母さんの形見に残してくれた人形っていうのがあってでそれが大きいんですよすごく。で布製の変な人形で可愛くないんですよ全然。なんかいかにも手作りっぽいの でレミコって名前がついててお母さんがレミコってつけてくれたからって言ってで何かとお母さんのことを懐かしんで言うんでかなりのマザコン気味だなと思ったんですがもう亡くなってるので悪く言えない。でこのレミコっていう人形を彼は話には聞いてたんですけど抱っこして眠ってるって言うんですけどいざ結婚していざこう一緒に暮らそうというので同棲し始めたら気持ち悪いんですよねその姿を見ると。で彼女はその人形を、まあ、捨てちゃったんですよ。で捨てちゃってで彼の家の引っ越しとかをするときに捨てたらもう彼はすごく嘆いたんですけどでももうやめてあんなの持って一緒の家に行かないでって言って新居に引っ越すときにもう彼は私捨てたからごめんねと説得したんです。で引っ越すときになって普通にまあ引っ越しの車来ますよね。で荷物を積み終えて彼女駐車場にいたら急にバタッと倒れて歩けなくなって倒れたんですね。で倒れたらどう見ても足を掴まれてる感覚があるわけですよ、ええ、ぐっと地面に。で仰向けに倒れちゃってるんでもう上に倒れたままこうなんで足動かないのと思って助けてって言ったら旦那さんがそのままトコトコトコっと、まあ、来て、まあ、旦那さんとか婚約者ですね彼女を上から肩をぐっと地面に押し付けたそうなんですよ。だから彼女足が動かない状態で上から押し付けられて立てない状態になったら何すんのって言ってたらそのままこう完全にこう引っ越しの人見えてるんですよ。見えたのに顔出しながらまっすぐまっすぐ車を進ませてきて彼女が旦那さんを押さえつけて彼は顔を出してその京子さんのことを見ながらまっすぐ車を走らせて彼女の両足の上をバキ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 って折って通ったそうなんですね。で通り終わる時に旦那さんとその顔出してた運転手が声を揃えてレミコって言ってそれでまあもう大事件ですよね。正気に帰ったらもう運転手さんはなんてことしたんだってなるし彼氏ももうなんでこんなことにってなるんですけどまあレミコさんの方はあの京子さんの方はあやっぱりあの人形捨てたからだあれ人形捨てる時にすごく大きかったんで邪魔だから私両足切ったんですよねって言ってて、そうなんだ僕も聞いた時すごいなと思ったんですけどこの人形聞いた時そこまでだったんですけど結局ですね驚いたことに京子さんこの人と結婚しましてしたんです。で彼も本当になんか俺がおかしくなっちゃったのかもしれないしもうちゃんと彼女も足不自由になっちゃったんでもう責任取るよって言って結婚したんですがそしたら僕あとで後ほどこれまた聞いたんですけどいざ結婚したらお父さんですよね旦那さんのお父さんが人形の話を出した時にあれなって言ってあれずっと母親亡くなってから息子大事にしてて俺も気持ち悪かったんだよあの人形自体が気持ち悪かっただってあの人形を引っ越してきて、まあ、一軒家を途中付きで買ったんですけど家を作る時に掘り出したら庭に当たる部分から箱に入って出てきた人形なんだよっていう、それを絶対に捨てないって言って奥さんが言って、で息子にあげるんだって言って妻は早死にしてそれをずっと息子は大事に持ってで捨てたらそうなったのって言って
まあ捨ててよかったのかな、今どうなってるんだろうっていうのですけど、まあそれはもしかするとなんかその土地の中に何かあるものの思いが詰まってたようなものだったのかなみたいのも、うん、はあ、なるほど。あのこの話、神奈川の方の龍さんって方なんですけども、今成人された男性なんですけど、学生時代にね、まあ、神奈川の学校から農業体験で新潟の方にもう2泊3日で本当にしっかり普段からなさってる農家の方のところに行って、もう学年の全員で農業体験をするという行事があったんです。で泊まり込みなもんでね、もう一度にもう百何十人がわーって行くんですね。でこれでね、一箇所でちょっと百何十人が泊まれる施設がその農業地帯の周りになかったもんで、何グループかに分かれて、このグループはここの旅館とか、このグループはここの民宿とかになってて、で龍さんが割り当てられたところっていうのが、元小学校だった廃校を改築して宿泊施設にしてるところなんですよ。でそこにもうクラスの何十人かと一緒に寝泊まりするってなったんですね。でやっぱり農業体験ってね、もう本当に想像してたよりはるかにしんどいらしくて、もう朝から畑でずっとやってるとむちゃくちゃ疲れて、もうねみんな消灯何時ですよって決められた時間より先にもう寝ついちゃって、でリュウさんももうクタクタやってなって、で教室がそのままもう本当に教室の床に布団を敷いて寝るような感じなんです。だ結構みんな雑多な感じでバラバラで布団敷いたりして、で仲いい人は固まってみたいな感じでふわーっと引いて敷いて、でその各々で、まあ、布団かぶって寝てるんですけど、まあ、そのみんながふわーっているちょうどね真ん中ら辺でね彼寝てて、で夜中ねなんかどうもうるさくて、で目覚めちゃったんです。うるさいなと思って、っていうのも今寝てたら、まあ、それ元学校なんで教室の真ん中で寝てるとね、もうその境目の向こう廊下でね、なんとかね、なんとかね、なんとかなんとか、バタ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 って足音ともうなんかすげえ喋ってる声聞こえたから、夜中に誰やと思って、なんかもうまあ寝るのも早かったし目覚めちゃった何人かがちょっと廊下で騒いでんなと、でもおかげさまでこっち寝れんからちょっと嫌やなと思って、でもなんとかなんとかでってもう壁の向こうで聞こえるから、ああちょっと腹立つなと思って、でそのまま布団バーって剥いでスタスタスタって行ってガラ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 って上げて廊下パッて見たら誰もいないんですよね。でもう消灯終わってるんで廊下真っ暗なんです。でそれがスーッと広がってるから、と思ってパッて見ていないです。でパッて見たら向こうの方で先生が廊下でまあ見張りというか椅子に座ってこうなってるんです。でガラガラガラって結構音も出るし顔こうやって覗かせてるんで、向こうに座ってた先生もパッて顔見て、お前どうしたって声かけてきたんです。でその時にあっと思ったけど、あ、まあ、トイレ行きたいっちゃ行きたいなと思ったんで、あすいませんちょっとトイレ行きたいですって言ったら、おー行け行けって言われて、はい言って、でそのこっち側に伸びてる廊下スーッとスタスタスタって歩いてって、で歩いてって、でそのままトイレの中入って、で中で用を足して、で手洗って、でトイレから廊下に出ようと思った時に、そのトイレの敷地から廊下との境目にドアがないタイプなもんで、トイレの中からねこういうまあ入り口のね枠の向こうには廊下が見えるんですけど、そこをね左から右に何とかだって何とかだってって子供たちが走り抜けていったんですよ。でうえっと思って、何人も何人もバタ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 って子供たちが走り抜けていって、で何とか何とかだってって声が聞こえたんです。でうわ何何って思ったんです。でこっちに走り抜けていったけど、まあ、自分はこれ出てこっちに行くからこれはちょっと怖い、こっちは見ないようにしようと思って、そのままもうそのバーって行って、トイレから一歩出た時に走り抜けてったと思ったその子たち、ここで何とかなって何とかなってってここでやり取りしてるんですよ。で何とかで何とかみたいやってるんですよ。でそれがこの辺に見えるんですけど、うわっと思ってすぐバッてこっち見て、でそのままスタ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 って行って、でうわ何何何って思って向こうから何とかだ何とかって聞こえるんですよ。でその時え何何って思いながらわって行って、自分とこの教室まで行ってガラガラだけでバカラピシャーって閉めて、と思ってスタスタスタって行って、もうみんなの敷いてる布団の間かき分けて自分とこ行って、頭までガバってかぶって、何あれ今日泊まってるの自分たち以外おらんし、っていうかこんな夜中に子供がえおかしいおかしいって思ってたら、そのシーンとした教室の中でかぶってるけど分かるんですよね、向こうの方入り口がガラ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 って開いた後、ピタ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 って敷いてる布団の合間を何にも縫って歩いてくる、ピタ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 
ていうのがどんどん近くまで来るんです。うわ近くまで来てる近くまで来てると思ったらピタ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 ってここでシーンとしたんです。はっ止まった、このすぐそばで止まったと思ってたら、かぶってるこの布団のね、布団のこのすぐここで、ねえお兄ちゃん、ねえお兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん遊ぼう、ねえお兄ちゃん遊ぼう、お兄ちゃんには私たちのこと分かってるんでしょう、お兄ちゃんには分かってるんでしょう、お兄ちゃん遊ぼう遊ぼうってずーっと言われて、うわ何これ何これ何これ、ねえねえお兄ちゃんには分かってるんでしょう、ねえお兄ちゃんお兄ちゃん遊ぼうって言われながらもずーっと震えながら、夜中から朝まで何時間もずっとねえねえお兄ちゃんって言われ続けながら、気がついたら周りで物音がしだして、ごそ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 しだしたと同時に、ねえねえお兄ちゃんという声がどんどんちっちゃくなっていったかと思うと、シーンとしたんで怖くなってバッて布団を開けたら何人かが起き始めて、朝日が多少入ってきてたんです。要は朝までずっとねえねえお兄ちゃん遊ぼう遊ぼうって言われ続けてたんです。その体感時間むちゃくちゃ長かったらしいですけど、まあ、もしかしたらそこもっと小学校っていうのがあるから、今もそこに何か残ってるものが自分たちを分かってくれる人、遊んでくれる人を探してるんじゃないかという、ちょっと聞こえる怖さの話です。ありがとうございます。怖っ、怖っ。これもね、以前あのうちのスリラーナイトに来られたお客さんから聞かせてもらったんですけど、体験者は、まあ、この聞かせてくれたのは女性なんですけど、その方のおばあちゃんなんですよ、うん、で戦前の話なんですね。でそのおばあちゃんっていうのが四国のある本当小さな村で生まれ育ったそうなんですけど、物心ついた頃からこのおばあちゃんちの、ね、近所に一日中何もせずに自分家の家の前でぼーっとしてる青年がいたそうなんです。で他の、ね、大人たちは村の人みんな朝早くからいつも仕事に行くんですけど、その青年だけは毎日一日中ぼーっとしてる。ただこのね体験者はそれに対して何か不思議に思うこともなかったそうです。でそのまま何年か経って、まあ、彼女が小学校に上がる年だったって言うんですけど、ある晩ふと気になって自分の父親に、ねあそこのねお兄ちゃんは一日中あそこでぼーっとしてるけどなぜなのって聞いたそうです。とそのお父さんが、うんって言って我が子を、ね、こう抱き寄せて自分の膝の上に座らせて、あの人な子供の頃神隠しに会ってるんだって、うん、でその言葉自体が初めてだったんです。で神隠しって何って聞いたら、いや実はなってこの父親が話し出したんですけど、その青年が子供の頃小学校上がるぐらいの年だって言うんですけど、ある日忽然と姿を消したんです。でもう村中ね大騒ぎになってみんなで探すんですけど、一向に姿が見つからない。で1週間ぐらい経って、まあ、彼の父親もねもう半ば諦めてたって言うんですけど、ある晩自宅でこの縁側でねタバコを一個ガーッと吸った。で何度か吸って煙をふーって吹いたある瞬間なんですよ。口から出た煙が空中にねバーッと漂いますよね。これが突然ギュッと凝縮して真下にドスンと落ちたんですよ、うん、と思った次の瞬間、目の前の縁側の下から自分の息子がヒュッと立ち上がる、うん、お前どこにいたんだって話で大騒ぎなんですけど、ただ何を聞いてもこのまともな返答にならない。それでもねもういろんなこと質問して、まあ、ポツリポツリとこう発する言葉から推測するとなんですけど、この少年ある瞬間にふっと気づくと、見たこともない小学校らしき建物の外、まあ、中庭のようなところで倒れてたんです。で見上げるともう夜で月が出てる。でこの校舎をね背伸びしてふっと教室の中に覗き込む と真っ暗な教室なんですけど、その教室の中に子供が4人ぎゅうぎゅうになって入ってる。変ですね、子供が4人ぎゅうぎゅうになってるってどういうことか。これまず覗き込んだ時一番手前にいる男の子だって言うんですけど、体育座りして座ってるんですよ。ただ彼の頭のねてっぺんっていうのが天井についてるんです。つまりものすごく大きいんです。でその子の後ろにいる女の子もやっぱり体育座りしてるんですけど、頭が天井についてるんです。でさらに女の子の向こうの子もそれぐらいで、
教室の一番この奥のね前に座ってる男の子ってのが一番大きいんです。体を折りたたんだ状態で頭頂部が教室の前面黒板にべったりついてるんです。ただそれ見た時怖さってのもなかったらしいです。ただそれを見ながらあの一番奥の男の子、あの子が今よりも大きくなってどん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 膨らんだらパチンと弾けるんだろうな、でもあの子が弾けたら次この教室に僕が入るんだろうなって思った途端その男の子はぐーっと首こっちに向けてああって言うんです。その途端にパチッと気づいたら自分が自分家のね縁側だの下にいたって。でっていう話をこの幼い頃にねお父さんから聞かせてもらって妙な話だなと思ったそうなんですけど、最後にこの父親がお前あの人いくつぐらいに見える、で子供ながらに二十歳ぐらいかなって言ったらあの人50過ぎてるぞ。それ以降明らかに年を取るのが普通の人より遅いらしいんです。でこの体験者のね、まあ、おばあちゃんですけど大人になった頃にはその青年ってもう忽然といなくなってたというか、まあ、その家自体がもうなくなってたらしいんですね。年老いた両親がいたらしいんですけどどんな生活をしてたのか、でその後ねどうやって村の中からいなくなったのかはわからないっていうんですけど、はい、これがねどういう世界なのか、まあ、神隠しっていうものなんですかね。まあ、そのスリランカに来られたお客さんでめちゃくちゃ男乙女チックというかの方が来られたんですね。でその人の話聞いてたらやっぱりこうあの女乙女チックやから子供の頃って友達できなくてぬいぐるみばっかと集めては友達になったらしいんですよ。で寝る時に布団を引いて一番気に入ってるぬいぐるみを抱っこして寝る、で他のぬいぐるみはその布団の周りにずっと自分を見てる状態にするして囲むらしいんですよ。おっていうのがもう毎日日課 でしばらくそうやってる時に一回お母さんとフリーマーケットに行ったらしいんです、うん、でお母さんはまあ買い物してる中で一個輪投げをやってるとこがあって、でどうしてもやりたかったらお母さん100円ちょうだい輪投げやりたいって言ってやったら入ったらしいんですよ。でもらえた景品っていうのが使い古しのあのポポちゃん人形、うん、あのね、寝かしたら目閉じて起こしたら目が開くっていうちょっと外国人の赤ちゃんみたいな人形をもらったらしいんですけど、お母さんちょっと不気味やなと思ったらしいんですけど、その子はめっちゃ気に入ったらしいんですよ。だからその日持って帰ってもうすぐに今まで気に入ってたぬいぐるみを布団の脇に置いてポポちゃん人形を抱っこして寝るようになったらしいんですね。でそれから数ヶ月経った時にこの誕生日で熊のぬいぐるみを両親からもらったらしいんですよ。それが手のひらをポチッとボタンを押してあああって声を吹き込むと反対の手のひらを押したら、うん、ああっとちょっと声を変えて喋ってくれるぬいぐるみで、うんうん、まあ、当時そんなになかったから珍しくて嬉しくて、うん、今度ポポちゃん人形を脇に置いてその子を抱っこして寝るようになったらしいんです。でそれからもうすぐにちょっと不思議な現象が続くようになって、うんうん、下の階でみんなでご飯食べてるとなんかもうカタ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 って音が聞こえるらしいんですよ。だからちょっとあまりにも人の足音にしたらちっちゃいから、うん、最初1階と2階の間にネズミ入ってんちゃうかってなったんですけれども、ブズッと続くからそろそろ駆除しなあかんなみたいなことをお父さんお母さんが喋ってるとガタ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 と階段を滑り落ちてくることする、滑り落ちてくるらしいんです、うん、何かが。でお母さんが何々って言って開いたら横たわってこっちをじっと見てるポポちゃん人形らしいんです。こうあんたどこに置いたんこれ気持ち悪いなって言って、布団の脇に置いてた、布団の脇に置いてたこんなところにないでしょって言って持って上がりって持って上がったんですけれども、数日後また同じ現象で横たわってたらしいんですよ。だからちょっともう怖いから処分しようってなって、処分したその日の夜に今度熊のぬいぐるみが一人でに勝手にどうしてで喋り始めたらしいんです。でもこれ録音もしてないし手のひらの再生ボタンも押してないらしいんですよ。で一瞬怖かったからもうすぐ電池抜いたんですって、うん、でも翌日もまた喋るんです。でもやっぱり電池も入ってへんと、で気持ち悪いから処分しようってなって処分したんですね。でその年のクリスマスやったかな、みんなでリビングでちっちゃなパーティーをして写真撮ってたら、その写真撮った背景にテレビがあったんですけれども、うん、テレビのモニター何もついてなかったはずやのにでっかいポポちゃん人形の顔がバーッとあるんですって。でこれちょっとさすがに怖いなと、でこういうエピソードもできたし、ちょっと階段も好きやったから友達に喋ろうと思って写真もあるから、で喋っては写真見せることをしてたら一人の友達がいや今このポポちゃん人形まばたきしたでって言うんですよ、うん、
いや写真が動くわけないやんって最初は流してたんですけど、何人かに見せてたら何人かに一人を言うんですって。いや今まばたきしたと。でしばらくまた見せてると、この友達がいやめっちゃまばたきするやんって言うんですよ。で自分は見たことなかったから、えどういうことと思って見たら、一回パチンとするだけじゃなくて、パチ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 ってすごい勢いでしてるんですって。でそのままうわ何これと思ってずっとしてたら、そのポポちゃん人形スッと姿が消えたんですって、うん、でそれ以降何回見てもその写真にポポちゃん人形が出てくることはないんですよ。ただその年のクリスマスに今度田舎のおじいちゃんおばあちゃんからクリスマスプレゼントが届いたんですけれども、うん、いつもは好きなものを買いってお金をもらうのに突然荷物が届いたんです、うん、でそれを開けたら新品のポポちゃん人形だったらしいんですよ、うん、でなんでポポちゃん人形なのって聞いたら、あんたの夢にあんたが出てきて数日前からおじいちゃんおばあちゃん同じ夢見るんですけれども、子供の頃のあんたが出てきておじいちゃんおばあちゃんポポちゃん人形がどうしても必要やから僕に送ってっていう夢をずっと見続けたらしいんです。だからおじいちゃんおばあちゃんはなんか必要なんやろなと思ってポポちゃん人形を取り寄せて送りつけたらしいんです。僕中学の時会った友達が本当に僕と同じような感じで見えるやつだったんです。で、まあ、それは自分が霊能なのか、まあ、病気なのか分かんないけど同じ見え方をしてるってなったら、まあ、嬉しかったんですよ。で意気投合して今でも付き合いがあるんですけど、そいつが学生時代にバイトしてたんですよ。でちょっといやらしい話なんですけど、僕もそいつも、まあ、人のなんていうんですかね、良し悪しというか、いい人が周りに集まってるなとか、愛されてる人だなとか、人から恨み買ってる人だなとか、そういうのがなんとなく可視化して分かるんで、なんか結構周りのあいつは多分嫌なやつだなとか、あの人多分いい人だよねって話をよくしてたんですよ。でそいつがバイト先で「あれともう」って言って「何?」って電話してたら、バイト先にすっげえいい先輩いてさっていう風に言ってて、あそうなんだって言って、いや本当みんなから愛されてて、なんかすっげえ注目も浴びてるし、本当まずかっこいいんだよって、かっこいい先輩でさ、で女の子からも人気だしとかさ、すごいいい先輩でさ、リーダーシップもあって、ああいう人になりてえわ俺って言ってて、で俺が あそうなんだよかったねって言って、じゃあもうそういう人だからさ、なんか応援の生き量とか、なんか愛されてるっていうか、すごいいろんな念みたいのついてて、なんかいい人なんだろうなっていうふうに言ったら、急に押し黙ったんですよ。でうん、いやそれがさ何もついてないんだよって言ってたんです。普通多かれ少なかれ誰でも人から恨まれたりとか好かれたりとかしてるんで、なんかくっついてるんですよ、その念みたいなもんが。なんですけど何もくっついてないんだよなっていうふうに言ってて、ああそうなの珍しいなっていうふうに言って、まあ、電話終わって、でそれからしばらく数ヶ月経ってからそいつから電話がかかってきて、もう大号泣してたんですよ。でもしもしっていうふうに言って、いや俺全然分かってなかったわって言われて、うん、何どうしたどうしたっていうふうに言ったら、いや俺さなんかこういう見えるとかなんとかあったけど、もう全然分かってなかった、全部俺が悪いんだよっていうふうに言ってて、詳しく聞いたら、その憧れてたいい先輩だわって言われてた先輩、この人がバイト先の女の子たちを強姦暴行して、結局逮捕されちゃったらしいです。で、まあ、逮捕されるっていうタイミングの、まあ、手前なのか後なのか分かんないですけど、最後に連絡取れる時に電話したらしいんですね。もしもしっていうふうに言って電話したら、その先輩から普通に明るい元気な声で、おお何々か今度よ飲み行って一緒に今度飯とか行こうな遊び行こうぜじゃあなっつって電話切られたらしいんです。もう自分が捕まるってなってる時なのに。だからそういう、まあ、一見魅力的に見えるっていうかいい人だなと思う人でも何にもついてないってことは、多分感情がない人、まあ本当に空洞に近い存在の人になっちゃってると思うんで、そういう人見た時は一見いい人に見えても気を許しちゃいけないんだなって言って、まあそいつが本当泣きながら後悔してたんで、それは自分の人生でも肝に銘じましたっていうんで、まあなんでそんな人がいるのかっていうのは未だにちょっと分かんないんですけど、まあ、中にはそんな人がいるらしいです。まあ、僕らは当然霊感とかないから、はい、それついてるついてないとかで判断はしないですけど、はい、なんかこう笑ってても笑ってない人みたいのは、まあ、はい、いるにはいますよね、はい、
まあ、僕結構怖い話本当好きなんで地元の友達としょっちゅう話してるんですね。そしたらその場に加わってたある女の子が私の家すごいよって言うんですよ。でどんぐらいすごいのって言ったらしょっちゅう足音するわ物が落ちるは当たり前だって言うんでじゃあその子の家に行こうってなったんですよ。普通 の2階建ての一軒家なんですよ。でその子の部屋は階段登ったすぐ脇なんですよね。でこう部屋が和室でこうスッとこうお尻、まあ、襖で開けるんですけどその子の家に夜中行って友達をわーって喋ったら本当にドタタタタタタタって音鳴るんですよ、うん、ドタタタタタって鳴るんであまりにも普通に聞こえすぎて僕最初それが霊現象と思わなかったんですよ。うるさいねって言ったらいやこれなのっていうのえこんなはっきり聞こえるもんなのいやそうなのって言うんですよ。友達みんな4人が集まってるんですけどそのすぐ脇の階段を誰かがダダダダダダって駆け上ったらダダダダダダって下がってるんですよ。これ本当にそうなのってなっていやでも本当そうなのでよく物が落ちたりドアがかかったりとかするからこれもそうなのって言うんですけどあまりにもなるんでダダダダダダって登った瞬間に友達の一人が絶対人だろうと思ってガッと開けたんですよ靴の、うん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 、じゃあ誰もいないんですよ。あ本当だ誰もいないって瞬間その中なんで開けるのってすごいビビってるんですよ、うん、入ってきちゃうじゃんって言うから大丈夫入ってきやしないよって見たらその子の怖がってる後ろにエアコンがあったんですけどエアコンの送風口から指がぶわって出てきたんですよ、本当に入ってきたと思ってそのまま逃げたって話があります。うわーってなりました。エアコンのその隙間からこう隙間からぐわーって手が出てきた。どこから入ってくるの。これもある男性の方から聞いた話で、まあ、その方じゃあ仮に A さんとしますけども、その方が高校生の時にまあ、とある北関東のある地方の高校全寮制の高校に通ってたらしいんです。でその彼曰く A さん曰くその高校っていうのは、まあ、言ってしまえばこう、まあ、素行の悪い人たちも結構集まるような全寮制の高校らしいんですよね。で A さん自体はそこまでそこ悪くなかったんですけれども、まあ、その高校に入ることになってでただ周りにやっぱそうやんちゃしてる友達もいたんですけど、まあ、A さんは人当たりがすごくいいんでそういう人たちとも仲良くやってたらしいんですよ。ただある日の夜ですね、まあ、寮での食事が終わって、まあ、特に何もやることなく暇してたら友達の一人がちょっと今から寮抜け出してちょっと近くにすぐ森に囲まれてるんですけどそこがちょっと森の方行ってタバコ吸おうみたいなのに誘われたんです。で A さんもタバコ吸ってたんで、まあ、当時あんまりいいことじゃないですけどね、あわかった行こう行こうって。でその寮の一角のある塀を飛び越えた先からその森の中に入れる道があるんです。でそこの寮を飛び越えたそこで、待ち合わせしようで夜の確か9時か10時ぐらいちょっと時間忘れましたけど、その友達と待ち合わせたんですよね。で仮にその友達をじゃあ B 君としますけれどもで2人してそこの場所で待ち合わせをしてじゃあ行こうって言ってその真っ暗なその夜、まあ、月明かりはあったらしいんですけど森に向かってこう歩き始めたらしいんです。でただ懐中電灯を持ってたんですけどそこでつけると寮長さんとか職員室から見えちゃうんでしばらくの間はライトをつけずに、暗い中を歩いて森の方まで行くんですよね。でしばらくそれで歩いてたんですよ2人で暗い中を。で、まあ、絶え間ない会話を、まあ、ちっちゃい声ですけどね2人してたんですよね。で何気なしにその A さんが友達の、まあ、B さんにお前夏休み帰るのって言ったらいや帰らねえよって言うんです。で A さんあもしかしたらなんか親と揉めてるのかなと思っていやまあたまには親に顔出した方がいいよって言ったんですけど B さんはいや帰らねえよってなんかちょっと不機嫌そうに言うんですよ。で、まあ、何があったか知んないけど、まあ、あんま気にすんなよって言いながら歩いててでも隣に歩いてる B さんは帰らねえよいや帰らねえよって言うんですよね。で、まあ、分かった分かったって A さんそう言って、まあ、そろそろ大丈夫かなと思ってポケットからタバコを取り出して口に加えてですねライターをパッてつけたんです。そしたらライターの光で周りがふーっと明るくなりますよね。だから隣から帰れねえよいや帰れねえよって言うんですよ。でまだ言ってると思ってふっと見たら隣誰もいないんです、うん、えっと思って止まるじゃないですかタバコ加えたまま。で振り返って見ても誰もいないんですよ。でその時思い出したんです隣いたのずっと B
くんの B さんの声だと思ってたんですけど、言われてるのはそうじゃなかったかも、うん、って思って誰もいない左側見ると、もう一度そこから帰れねえよって声がしたんですよ。でうわって思ったんですけど、その時 A さんはっきり見たらしいんです。そのぼんやりとしたライターの光の向こう側、森の向こうにボロボロの車が1台止まってたんですよ。でもう錆びついて、もうおそらく何年もここに放置されているであろう車、ただその車の窓ガラス全部にガムテープがびっしり貼ってあったらしいんですよね。でうわっと思って逃げるようにして寮まで帰ったんですよね。でこれ後から聞いた話なんですけれども、その時 B さん、友達のしばらくは一緒に歩いてたらしいんです。ただ B さんがその肝心のタバコを持ってくの忘れて、であごめん俺ちょっと取りに帰ってくるわって言って帰って行ってたらしいんですよね。で帰ったところ、まあ、ちょっと見つかっちゃってなんか咎められたらしいんですけれども、ただ A さんは間違いなくずっとその帰れねえよっていう声を聞いてたんですよ。だからもしかしたらあれ、あの車、あそこの何かっていうのがもしかしたら自分に届いてたのかなみたいな話をされてましたね。で実際にこれその夏休み明けてかららしいんですけど、やっぱりその車で自殺をされてた方がいたっていうことが分かったそうです。実際に この男性なんですよ、この方で奥さんもおられまして、でまあ普通に生活していく中で奥さんのおばあさんが亡くなられたんですよね。で奥さん側のおばあさんが亡くなられたということで、まあ、ちょっと病院に行くことになったんです。で旦那さんそして奥さんお二人でですね病院に行かれましてですね、でまあ病室、まあ、聞いて廊下歩いて、でもうすぐおばあちゃんのいる病室だなという時にちょうどね奥さん側の、まあ、いとこにあたる親戚ですよね、いとこの、まあ、お兄ちゃんと妹さんがいるんですよ。その方に廊下でたまたまばったり遭遇して、ああってお久しぶりですみたいな感じで、ど何々の法事以来ですねぐらいの感じで、むちゃくちゃ久しぶりに会ったなっていう感じで丁寧に挨拶して、向こうのお兄ちゃんもあそうですねあの時はこう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 でみたいに言ってるんですが、その後ろで妹さんがこっちちっと睨んでるんですよ。でえ何って思ってたら、お兄ちゃんがなんとかなんとかでみたいに言ってる横でじっと見てるから、何ってちょっとまあ感じ悪いなぐらいの印象でいたんですけど、そのお兄ちゃんの方があよかったらあの先にあの病室入られてください、僕ら外で待っとくんでって言われて、あじゃあすいませんお言葉に甘えましてということで、奥さんと二人でおばあちゃんのまあ病室の中入って、まあ、もちろん亡くなられてるんですけども、まあそのおばあちゃんに話しかけるみたいな、でこうこうこうだねみたいな時間を過ごして、まあその時間はその時間でね、まあ、あのいろんな過去の思いとかね、まあ、いろいろ今思ってることをいろいろ話したりみたいな、まあ、割といい時間というか、まあ、過ごしてたんですけども、彼ちょっと正直急なことだったんで仕事を抜けてきてたんです。なのでごめんなさいとちょっと俺先に出るねって言って、でまあ奥さんも分かった分かったっていう話になって、彼先に病室を出ることになって、でちょうど外に出たらもうさっき譲ってくれたあのいとこのお兄ちゃんいて、でそのお兄ちゃんのお母さんにあたる方もちょうど合流されてて、ああご無沙汰してますみたいな感じで、ああどうもどうもって言って二人喋っててみたいな、お兄ちゃんとも喋ってね、すいません先行かせてもらってちょっと仕事なもんでみたいな、あそうなのって言ったらそうなんですみたいな感じでバーって行く。でその時にあの奥さんは残ってもうちょっとだけ話して、で彼仕事が終わって家に帰ってます。そしたら奥さんがねえねえねえって言って、あ何って言ったら、あれおばあちゃんとこ行ったじゃん、あ行ったねって、あれさうちのいとこの兄ちゃんと妹さんいたよねって、あいたね、私たち喋ったよね、お喋ったね、あのねちょっとおかしいのよって、え何がって聞いたら、あの外に出た時に向こうのお母さんも合流されてたから、あお久しぶりですって話してて、あどうもどうも言って、でお兄ちゃんとも喋ってこうこうこうでみたいな、割と盛り上がった時に、あれそういえば妹さんの姿見当たらないなと思って、あそうなんですここ、あそういえば妹さんはっていう話になった時に二人にしてんみたいな感じなんで、あいやだからほら妹さんねって言ったら、んいやあの子今日来てないわよって言うんですよ。えっいやでもほらあのここで私さっき見て、いやいや来てないよって言われて、いやそんなまさかみたいなことがあったのって言われて、
つって、あなた喋ったよね、もう喋ったね、なんならなんかあれって俺結構感じ悪いなと思ったのが、こっち久しぶりに会う親戚なのにこのグッと見る感じ、なんなら感じ悪いって思ったし、なんかその髪型もその個性的というか、途中から毛先の色が変わっていくグラデーションのカラーリングをしてって、それがすげえ何それって思ったから、個性的だしすげえ印象に残ってるしって言ったら、奥さんの方もだよね見たし、私もその髪型も覚えてるしみたいなこと言ってて、何その髪型って思ったもん、やっぱ喋ったよね私たち喋ったよって話になるんですけども、向こうのお兄ちゃんもお母さんも妹は来てないって言うんです。でもまあその、時間があって、まあ、もちろんなんですけども、すぐお葬式がね翌日にはあったんです。でそのお葬式には親戚一同が集まってって、向こうのお兄ちゃんもお母さんもそして妹さんも来られたんです。で、あ妹さん来てると思って話しかけて、ねえねえ昨日さっていう話をしてたら、いやその話聞いたよって言って、あ聞いたって、そう聞いたよ、私病院行ってないよって本当に言ってなかったんですよ。でえーってなって、いやでも私と喋ったのよあなたと、いやいや行ってない行ってない行ってないし、いやでもどう考えても私と喋ったのよ、え何それ怖いって話になってるんですけど、これの不思議なのが、じゃあ例えば見間違いとか勘違い、もしかしたら頭の中の妄想だったら、久しぶりに会ったその妹さん、過去の妹さんの印象でそこにいたんなら分かるんですけど、髪型しっかりそのグラデーションの髪型なんですって、最近の髪型で、彼と彼の奥さん2人が知らなかった髪型なわけですよ。なのに妹さんにたまたま病院で会った時、その髪型はちゃんと最近の髪型のものだったから、じゃあ私たちの妄想とか夢とかそういうのではないよね、あれは妹さんだよねという体験をしたそうです。へー、ちょっと何それじゃないですか、すごい興味深いですね、うんうん、いわゆるドッペルゲンガーみたいなことなんじゃないかなっていう、珍しい、でもそこまではっきりっていうのが珍しいし、うん、例えばその本人のドッペルゲンガーを街中で誰かが見たっていうのはあるけど、なんか結構近しい親戚でね、しかも目の前でこっちをグッと睨んでたようなっていうのが何を意味するのかなと、うん、そうですね、まあ、いわゆる生き量的なものかもしれない しそのいわゆるドッペルゲンガーみたいな可能性もありますし、でも生き量だとしたら 何を訴えてるんだろうね、うん、例えばね恋愛にまつわることでこう生き量でとか何かよくあったり、ね、気持ちが残ってとかあるけど、うん、そのおばあちゃんに対する思いなのか、うん、でもじゃあ怒りの気持ちは何なのかっていうか、うん、この話はなんかこれだけじゃ終わりそうになさそうですね、そうですよね、うん、取り憑かれてる人って、うん、体調が悪くなったりするっていう話はよくありますけど、うん、実際にその体が重くなっているらしくて、この話をしてくださった女性は日常的にそういうものが見える方なんですよ、うん、四国の山奥の、シャーマンをしているご家系のその娘さんで、その血筋的に全員が変なものが日常的に見えると。で、そういうシャーマンの仕事をその村でこう受け継ぐその定めになってたらしいんですけど、それがちょっと嫌で、で今関西の方に住まわれてるんですけど、日常的に見えてしまうと。である時その方が、女性の方なんですけども、電車のこのロングシートですねに座ってて、である駅でこうサラリーマンが一人乗り込んできたんですって、うん、で隣に座るんですけど、細身のサラリーマンなのにズドンっていう重みがあって、でこうすごいこうクッションが沈み込んで体が傾くような感じなんですって。であれおかしいなと思ってその方をパッて見たら、お腹に子供の手がこうやって巻きついてるんですって。でうわっと思ってその手をよく見てしまったんですって。本当は見たくない、見てしまうとよくないと思いつつ、その手を見てしまうと何か違和感があって、その子供の手、普通こう巻きついてたら親指が上になるじゃないですか、うん、小指が上なんですって。こういうような、だから逆さま、はい、頭が下になって取り付いてる、その頭がそのシートに当たるようなその重みがあって、こう自分の体も傾いてしまったし、その方も実際にその重そうにしていたと。だからそういう体の不調をなんとなく感じるっていう方いらっしゃいますけど、うん、
そんな風に物理的に感じその方は感じられないけれども何か負担かかっているっていうことがあるのかもしれないなとそのお話聞いて。僕はまだこういう、活動とかをしてない頃に、19から20歳ぐらいの時バーテンダーをしながら、美術大学浪人して、ちょっと勉強続けながらバイトもしてっていう感じで、仕事してたんですね、オープンからラストまで、確か夕方の5時から、朝の5時までずっと働きっぱなしで、で終わったら締め作業があって6時ぐらいになって電車に乗って帰るみたいな感じで、で、その時使ってたのが阪急沿線で、梅田っていうところがあって、中心地ですよね。でそこから河原町ってこう、京都の方まで伸びてる沿線があって、で地下鉄からそこに接続して、家に帰る途中にある高槻っていうところで、降りるんですけれども、終点とかそういうわけではないので、何ですかね、20歳とか過ぎた頃になるともうお酒もそのお客さんからいただいたりとかもしますし、結構、疲れてフラフラになりながら電車に揺られて、家に帰る。でも、こう酔っ払ってる日なんかはもう起きれなくて、途中の駅なんでね、その終点の河原町っていう京都の方まで行っちゃって、ああ危ない危ないと思って反対のホーム行って帰ろうと思って梅田駅に乗ったら梅田まで行っちゃったりなんかして、ですごい何時間も往復して家になかなか帰れないみたいな日も多かったんですけど、一回だけその日も結構お酒をいただいて結構フラフラになりながら電車になんとか乗り込んで、ああよかった座れたと思って座って、したらやっぱりちょっと疲れもあるんでうとうとしてくるんですね。今日も大変だったなって思いながら、こうだんだん、自分でもいけないと思いながらもだんだんこう眠気に誘われてこううつらうつらしてくると、で完全に寝入っちゃって、でもその時にはもう気持ちよく寝てるので、ああまた終電まで行っちゃうななんてことにも全然気づかずに、で後で後悔するんですけども、いきなり肩をポンポンポンって叩かれて、って目覚ましたら、そんなに顔もはっきり、寝起きなので覚えてないですけど、40代ぐらいの女性、おばあちゃんですよね。で、ピンクのシャツをこう、着てまして、着いたよって言われたんですね、関西弁で。ありがとうございますって言って降りたんですよ。で、高槻駅で、よかった、起こしてくれたんだと思ったんですけど、あれ？おかしいなと思って。だって、始発終電の駅の間の駅なんですよ。なんで僕が降りる駅をその人は知ってるのかって話ですよ。どういうことだ。で正直結構こうなんていうんですかね、派手めのピンクのシャツだったんで、なんていうんですかね、毎回その車両に乗ってる人だったら多分覚えてると思うんです、でもそんな感じもしないし、どういうことだって思いながらも、とにかく降りれたっていうことで、その日は家に帰って家で休んだんですね。でその後2年後ぐらいですかね、就職もして、大学受験は諦めて、で普通にアルバイト生活なんか送ってた時に、やっぱり若いから都心に行きたがるというか、梅田で働いてたんですね。で住んでる家は変わってなかったので、梅田で仕事をして、その時は昼間のお仕事だったんで夜ぐらいに終わって帰って、自分のその高槻っていう町に帰っていくんですけれども、その時は会社のみんなと飲んだ帰りで、またやっぱりうつらうつらしてたんですね。ふーってこう意識が落ちた時に、ポンポンポンって肩叩かれて、はっって思うと、ピンクのシャツのおばちゃんが、ここやろ？降りって言われたんですよね。あ、どうもって言って降りた後に、はっと気づいて、あれ？これ2年前になんか同じことあったぞ。思ったんですよね、でとそこからまた1年ぐらい時間が流れて、で普通にまたバイトを転々としてる時期だったんで、別の職場で、仲良くなった男の子が朝方出勤してくる時にこんなこと言ったんですよ。いやさ、今日さ朝早かったからさ、全然さ起きれなくって、でしかも電車の中でも寝落ちしちゃってさ、したらさなんか知んないんだけど
ピンク色のシャツ着たおばちゃんが起こしてくれて間に合ったんだよ。駅は同じ駅じゃないんですよ。ただ阪急沿線だったんですね。自分としてはちょっと何なのか分かんないんですけど、あれは妖精か何かなのかなと思ってる、ちょっと不思議な話ですね。おお、面白い。面白いですね。いるんですね。いやー、何なんでしょうね。でまた毎回同じ服っていうのも変だし、あんまりその事件名は言えないんですけど、うんうん、列車事故があった時に、うん、おばあちゃんに助けられた人がいるんですね。おばあちゃんに、うん、その電車乗るなっつって、はあ、で降りたら、まあ、え、なんで降ろされるんだと思ったら、その後電車が脱線してたくさんの方が亡くなられたんですけど、 あれも新聞で募集してたじゃないですか。助けてくれたおばあちゃん出てきてっつって、その新聞にも載った、うん、でも出てこない。へえ、だから電車にそういう電車の妖精がいるんでしょう。しかも思い出しました、うん、僕それしかもそのおばちゃんのもうピンクのシャツを着て降りる駅をなぜか知ってて起こしてくれるおばちゃんっていうのはネットの書き込みでも見たんですよ。おおお、いるんだ。面白いですね。思い出した今。それで余計に何ってなった。へえ、体験した方が複数たくさんいるんですね。複数いるんですよね。何かを伝えようとしてるなんか女性の話っていうのを聞いたことがあって、はい、で、まあ、僕はあの大阪の阿波田というところに住んでるんですけど、うちの兄貴は布施というところに住んでるんですけど、その布施のところにね、小さな公園があるんですよ。小公園というか、まあ、小学生が遊ぶようなとこですよね。でそこのうちの兄貴がその布施に住んでて、公園の近くに住んでるんですけども、そのうちの兄貴の友達の、まあ、仮に A さんという、まあ年の頃だったら55、56の人がいるんですよ。でその人はうちの兄貴の住んでるそのアパートの近くのアパートに住んでて、年老いた母親と2人暮らしらしいです、うんうん、でその A さんがあのこの前うちの兄貴に語ったことなんですけども、その布施の駅で降りて自分のアパートに帰る時に、どうしてもその小公園、小さな公園の横を通っていくんだけども、その夜のね、まあ、7時ぐらいに通ると誰もいないんですね。街灯すらついてないようなところなんですけど、昼間は小学生の子とかが遊んでるんですけど、夜になるとパタッと止ま、誰も来なくなるんですね。で、まあ、そこ通ってて、公園と分かるのは遠くの商店街の明かりでちょっと公園だということが分かって、滑り台とかもまあ若干見えるというような感じなんですけど、でそこを通ってたらいつも誰もいないんだけど、あのその時に家族連れがいたらしいんですよ、その公園にね。で家族崩れがいるわ、家族連れというよりも女の子が2人で、そのお母さんらしきおばさんが2人、合計4人いたらしいんですよ。で4人がそのちょうどね、その滑り台の横あたりにこう立ってて、で何かお互いこうなんかお話をしてる感じなんですって。でその時に、暗いからよく分かんないんだけど、あのその時の印象では子供おかっぱ、女の子どちらもおかっぱで、多分小学校の高学年ぐらい、2人とも。でおばさんは例えば30いくつぐらいの感じでパーマをしてる感じだったと。でそのパーマがどうもこう今時じゃないっての気はちょっと若干したらしいんですね。子供の髪型もちょっとそういうふうに思ったらしいんですけど、まあ、そこをこう通ってた時に、そのおばさんが何かをこう、まあ、みんなプチャプチャ言ってんだけど、その A さんが通る時に横目で見ながら通っていって、そ、まあ、振り返ろうと思ったんだけど、あんまり見てる失礼だなと思ってこう進んでいったら、後ろから声が聞こえて、7時30分ってのが聞こえたらしいんですよ、おばさんの声でね。でおっと思って振り返ったら、どうもこちらに言ってるような感じらしいんですよ。7時30分。で子供が大丈夫大丈夫大丈夫って言ってるんだって、こっちに。大丈夫だから大丈夫だからって言ってるんですよ。でそれ聞くの、俺に言ってるのかどうなのかなと思いながら家に戻りました。で、コンビニで買ったものを温めながら、お袋にそれを、ね、食べさせながら、どうも気になるなと。で時間見たら7時前、7時30分って言ってたな。で7時30分までこう、ま、何があるのかな、何も関係なかったらいいのになと思いながら、ちょっと気になってるんですね。で7時30分だったけど何事もなかったんですよ、うん、でやっぱりそんなもん、全くそんなもん意味ないよね、意味ないこと言ってんだからと思って、寝ました。で朝方の6時過ぎ、7時前ぐらいにこう目覚めた時にハッとなったんですよね。7時30分っていうのは夜の7時30分だけじゃないなと、朝の7時30分あるんちゃうかなと思って見たら、あと2、3分で7時30分、うん、で
あのゆるゆると起きて、まあ、そのお風呂が寝てる部屋に行こうと思った瞬間におふくろの部屋がドンと音が聞こえてバーッと行ったら、このお風呂がこうマットレスのところ2段ぐらい敷いたこれぐらいの高さのところに寝てるんだけど、そこから落ちてたら落ちたらしいんですよ。でどうしたんったら、なんかちょっとピク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 してるんですよね。で慌てて、病院に電話入れて、病院近くにあるあったので病院の方に来てもらって運んだんだけど、まあ、若干の心筋梗塞的なもので倒れたらしいんですよ。で心配になって病室に駆けつけたら、いや大丈夫ですと、あの1、2週間入院してくれたら全く大丈夫ですからって言われて、で、お母さんにも会ったんだけど、一応集中治療室でこれなんかかぶせられてられたんだけど、一応はまあ元気そうにも見えたということで安心して帰って、でまあ、会社が終わったら毎日のようにお母さんに見舞いに行って、だんだん良くなっていって、うん、あこれで良かったと思ってたらしいんですね。でもあのなんか7時30分って言われたことと7時30分に倒れたということがなんか妙にこう耳に残ってる、気持ちに残ってたわけですよ。であれはあの人たち何だったんだろうなとか思いながら、またその日も、帰ろうとして公園の横を歩いてたら、またその4人組がいるんだって。でその時はちょっともう4人組やと思ってちゃんと見ようと思って見たら、そのおかっぱ頭の女の子はどうもこうなんかこの辺にこう肩紐みたいなのがあって、こういうプリーツスカートみたいな、で今時の格好ではないわけですね。どうも昭和的な、でおばさんも着てるのがなんかこうエプロンもなんかもう今そういうエプロンなんてないと思うんですけど、昔のその割烹着みたいな感じのエプロン着ておばさん二人パーマかけてて、でその人たちがじーっとこっち見てるんですって。あこっち見てる、やっぱりこっち見てるわと思って、だそのおばさんが6時00分、6時00分って言うんですえ、うん、だからこの女の子がね、かわいそうにかわいそうにかわいそうにと思って、なんやろ、またなんかそんな変な数字言うてるわと思って戻って、であのなんとかの胸騒ぎしてるわけですよ。で時間6時になったわけですよ。で6時になった時に病院から電話がかかってきて、お母さん今亡くなられましたと、臨終ですと言われて、慌てて駆けつけたんですね。だ6時ちょうどに亡くなったらしいんですよ。でお袋の本当に、そこにまだ生きてるようなあの遺体があって、先生とか看護師さんとかがいて、あみんながこうね、あの本当にご愁傷様ですとか言うてるんですよ。でああと呆然としてそれを見てる、そのベッドの向こうの暗がりのところに先ほどの公園の4人の親子連れというか、あ4人の女の人がいて、その4人が全員こうやって手を合わせてたって言うんですよ。でそれがお医者さんとか看護師さんはその人たちは見えてないように思えたって、うん、そんな人来たらやっぱりちょっと問題になるじゃないですか、うん、でもずっとこう手を合わせたって、うん、だな何だったんだろうなって、うん、へえ、あの僕前までよく怪談会やってたんですよね。そこでよく来る S さん、うん、男性の方で僕の年齢近かったんですけど、その当時はでその人がごめんもうさ俺嫁さんから怪談会行くなって止められて行けないんだよねって言うんですよ。でどうしたんって言ったら、あじゃあって言って、まあ、会って話を聞いたんですね、うんうん、でその人幼稚園の男の子がいるんですよ。幼稚園に行ってる男の子がいて、ある日会社から戻ってきたら奥さんがちょっと来てちょっと来てあんたちょっと来てよってどうしたのと、明日会社休めるって言うんですよ、うん、いやいきなり言われてもそんなんて、いやあのねなんか幼稚園から電話かかってきて、ちょっとあなたの息子さん、まあ、気にすることはないんだけどちょっとおかしいんで話聞いてくれないって言われたんだって、うん、で私ねちょっと怖いから言ってくれないかなって言われて、でもそう言われたら自分の息子のね大事な息子のことやから、分かった分かった、会社休むよっつって朝会社に電話して休んで幼稚園行ったんですよ。だから先生がまず呼ぶんですね、息子さん来て来てなんとかちゃんうんって座って、で彼が座って、でこの前に先生がいて、なんか先生持ってるんですよいっぱい絵を5枚ぐらいで、これちょっと見てくれないですかって言うんですよ。でただ子供なんで、子供って想像力豊かだから、うん、あんまりそんな深く考えることはないんだけどちょっと気になるんで見てほしかったんですよ、まさかお父さん来てくれると思わなかったんだけど、まあ、ちょうどいいんで見てくださいっつって絵出すんですよ。5枚とも家族の絵なんですって、家族描いてねってことはお父さんとお母さんと僕3人なんですね、うん、で見たら家の中の絵ばっかりです5枚とも、
でまず、まあ、下手な絵なんだけどこう描いてあって、ひげを描いてあって、お父さんね、これ誰、パパ、うん、で次ママで、ちっちゃい子描いてて、これ誰、僕、うん、でその横に思いっきり力入れて描いたグリーンの人描いて、グーって塗った、これ何、グリーンの人っていうの、へえ、次もまた同じだ、パパママ僕、これはグリーンの人って、で5枚とも全部家の中の絵に全部グリーンの人が描いてるんですよ。で他はちゃんと顔とか描いてるのに、グリーンの人だけ思いっきりなんか力を入れてこうガーって色塗ってる、そこだけなんか妙なんですよ。で先生が、うん、そうなんだ、だってもなんとかちゃん遊びに行ってねって言って、子供いない時にお父さんちょっと、まあ、こういうねこと言うのはあれだけど、なんか家で何か問題ないですかって言われて、いや何も思いつかないっつって、でもし否定してもあかんし肯定してもあかんし、また家に帰って一回また聞いてみてください、うん、って言って、あ分かりましたっつって、まあ子供なんで、まあ、こういうね妄想の友達作ったりするからあるからって言って、分かりました、で家帰って奥さんに話したんですよ。そうなんだっつって、家も一枚だけ借りてきたんですね、うん、で見て、本当だ、じゃあ聞いてみようっつって、来て来てっつって、何何パパママ何、ちょっとこれ見てみて、ちょっと説明してあげてママにって、これはうんパパ、うん、これはママ、うん、これはうん、僕、これはグリーンの人って、へえ、そうなんだ、グリーンの人なんだ、うん、これグリーンの人ってここにいつもいるの、うん、いつもいるよ、いつもねパパとママの後ろをねこうやって跳ねてるよって言ったんだって。でそれ聞いて奥さんが、あんたね階段階行くからねこんなことなったやって、あんたのせいやって、もう絶対階段階禁止って言うて、彼は階段階来れなくなっちゃったんですよ。それからね5年後ぐらいやったんだけど、まあ大人になるにつれて、大きくなるにつれて、もうそのグリーンの人に関しては言わなくなったって言いましたね。ずっとその部屋にはグリーンの人が住んでたんですね。僕の知り合いでね、高橋さんっていう人がいるんですけど、その地元の知り合いなんですけど、その人の友達、その人が高校の同級生がいて、ずっと仲良くて今もバンドを一緒にやってるっていう人がいて、でその人と会わせてくれたことがあるんですよ。でなんで会わせてくれたかっていうとね、子供の時にちょっとすごい体験をしてて、で妹がいるんですけど、すごいちっちゃい3歳ぐらいの女の子がいて、でもその子がね一人遊びをするんですって。で一人遊びをしてるんだけど、それがね陽子ちゃんっていう、まあ陽子ちゃんだったかな、まあ、確か陽子ちゃんっていう女の子と遊んでるっていうことになってて、でママごとを見てして、陽子ちゃん食べなとかいろいろ言ってるんですけど、それがね最初は可愛いなと思って見てたんだけど、だん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 こう生活圏内に入ってくるというか、普通にご飯を食べてる時もその陽子ちゃんの分も用意してっていう。でそれをしないともうすっごいぐずって泣き出すんです、その妹が、うん、でもうだからしょうがないから、なんかその、まあ、最初はね、まあ、いいよって言ってやってたのが、それからでも毎度毎度のことなんで、だんだんちょっとうんざりしてきて、でもそれでもとにかく聞かないから、である時とかショッピングセンターにみんなでね車で買い物に行ったんだけど、なんかこうドア閉めようとしたら、その妹が陽子ちゃんがまだ降りてないから待ってって言うんですよ。陽子ちゃんが降りてくるようななんかこう仕草みたいなのをこうみんなで待って、でそうしないとその妹とにかくもう泣いて叫ぶんですって。で、まあ、そういうのを繰り返しているうちに、ある時にね、陽子ちゃんってどういう女の子なのってなんか聞いてみたんですって、そのお兄ちゃんが。そしたら陽子ちゃんはね白いドレスを着ててすごい可愛い女の子なんだって言うんだけど、だけど雨の日になると真っ赤な服になってすごい怒るのっていう。でお母さんとかそれを聞いた時にちょっとゾッとして、でみんなで話し合って、まあ、海外とかだとイマジナリーフレンドって言って、そういう想像上の友達っていうのは、まあ、別に何子供が大人になっていく時に普通のことなんだよってなって、でなぜかねアジア圏だと人形とかぬいぐるみと遊ぶんですって。だけどそのヨーロッパ圏だとその何も形はないけど、そのイマジナリーフレンドっていうのはまあ普通らしい。だけどその陽子ちゃんに対してのなんかその妹の執着みたいなのがちょっと普通じゃないんで、みんなでもうその陽子ちゃんの存在を認めるのやめようっていうことになったんですよ。
だからその陽子ちゃんとか言い出したらもう怒ってやめさせるし、まあ、無視してとにかくその陽子ちゃんの存在を認めないっていうことになって、そしたらなんかもうみんなもね、もうやめなさいみたいなこと、もうその陽子ちゃんいないんだからやめなさいとかって言ってたら、妹もだんだん言わなくなってきたんだけど、ある時に保育園から帰ってきた時にもうなんかすごい手がバーって傷だらけになってて、でどうしたのって聞いて、そしたらもう妹は何も言わなくて、でもなんか親はやっぱ保育園に怒鳴り込むじゃないですか。でもね、なんか喧嘩があったとかそういう形跡はないんですって。である時とかはなんか顔にあざとかができてるんだけど、その日は保育園休みで誰にも友達とか会ってないはずなんで、またある時には目にねボコってすごいあざを作ってきたんですって。でもこれはちょっと普通じゃないっていうことで、もうどうしたらいいんだろうと思ってた時に、お母さんがふっと思い出、なんかね急にふっと思い出したことがあって、その妹が生まれた時にお人形をもらってたそうなんですよね。でそれがねガラスケースに入ったなんかその日本人形だったらしいんですけど、なんかそれのことの存在がちょっと気になって、普段はタンスの上の方にもう布をかぶせて置いてるから全然見れないんだけど、チラッと見てみたんですって。そしたらね、人形も同じとこにね目にあざがあって、でこれはちょっとなんか普通じゃないんじゃないかっていうことで、周りの人とかに相談してたら、拝み屋さんがすっごい有名な拝み屋さんがいて、ちょっとその人に頼った方がいいと。でなんか いろいろ言ったらね、その人ね北陸の人だって、もともと埼玉県とのお話なんですけど、タクシーに乗ってそのお坊さんに来てもらって、でそしたらそのお坊さん来るなりね、家を見て食べた食べたって言って、でもうその家の周りをお経を唱えながらぐるぐるぐる回って、最終的には日本酒を全部自分の金でわーってかけて、それからもう勢いつけてバーンって入ってて、でいろいろ一通りこうお祓いみたいのをして、なんだけど例えばね森塩をねなんかその家族の人間にやらせるんですって。だけどその森塩がこうやってこう普通にこうなんかね塩を持ってこうひねるようにして山を作っていくらしいんですけど、あるところのその森塩はパッと一瞬見てない時にパッてこう目をそらしてまた見ると完全にベタッと崩れてるんですって。でもう水分でガチガチになっててっていうことがあって、でもまあ一応お祓いしてこれでちょっと様子を見てくれと、で様子を見てくれって言ってお坊さん帰ってった晩なんですけども、やっぱりね、その人形が布とかかけてるんですか、ガタ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 揺れるんですって。で何かあったら電話かけてくれって言うから、お坊さんに電話をしたら、あ女の子の声聞こえるよって言ってて、で上の方から聞こえるって言ってるんですって。で、ちょうどその上には人形が置いてあって、あ人形が置いてあるんですって言ったら、じゃあ全然まだ払えてないから、うちに送ってくれっていうことになって、で一晩お経を唱えて送ることになったんだけど、やっぱりね従業その時そのお家で社長さんだった、建設会社の社長さん で従業員とかに来てもらったんだけど、もう夜中になってもガタ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 言うし、でテレビが勝手についてノイズを出したりとかするっていうんで、でまあ言ってもなんとか一晩経って翌朝運送会社に来てもらって運ぼうとするんだけど、ガラスケースに入った人形なのに全然動かなくて、で数人が台のとこ3人がかりぐらいで、ではもちろんその前にこうぐるぐるぐる巻いてね、人形にもマスクかぶせてガムテープで巻いて、その上にさらにこう段ボールで梱包して、で3人がかりで運送会社に運んで、でそれでやっと何ですかね、一旦は収まったらしいんですけど、そしたら周りのね近所で前から住んでる人に聞いたら、そのお家の前にある前の住人の人でお母さんと子供のなんか子連れがいたんだけど、雨の日にその二人ともひかれて亡くなっちゃったんだ。でその女の子の名前が陽子ちゃんっていうんだよっていうのを近所の人が聞いたっていうのを聞いて、で結局ねでもそのお兄さんの一家っていうのは一家離散しちゃって、でその妹の消息も今どうなってるか分かんないってこの間ファミレスで聞かせてもらったんですよね。
のその取り付くっていうか、そのまたおそらくだからその女の子にね取り付いちゃって、でなんかお坊さんの説明によると、そのまあもともと多分その亡くなった女の子が人形に取り付いてて、でそれがもうでも女の子にやっぱり取り付いてみたいな、そんな話だったらしいんですけどね。ちょっとなんか気持ち悪いなと思って、あまりにもこう影響が大きいような感じがしますね。そうですよね。なんか段階的ですよね、うんうん、人形にってもありますし、最初はこう、まあ、イマジナリーフレンドじゃないですけど、うんうん、別人格として陽子ちゃんがいたわけですよね、うん、でそれがこうどんどん変わっていく感じっていうのが非常に怖い、うんうん、なんでねエスカレートしていったかちょっと分かんないですけどね、うん、まあなんかその3歳の前の子供っていうのはなんかその脳がやっぱ大人と全然違うから、うん、なんかシンクロしやすいのかもしれないですよね、うん、赤ちゃんだとね、なんかまああまりまだそのシンクロしようにもまだいろいろ成長しすぎてないしね、うんうん、電車にまつわる話といいますか、うん、これ体験者ご本人から聞いたんですよ、はいはい、僕あの昔渋谷のとある DJ バーで、うん、まああのまあ、怪談を語るみたいな、まあ、イベントというか、まあ、飲み会というか、まあ、そういうのもやってたんですけど、うん、そのバーによく来る女性の方から聞いたんですよね。その方ご自身の体験談なんですけど、その女性の方が、今は建築関係の仕事されてるんですよ、うん、で学生の時に、まあ、建築の、まあ、大学、の学部に通っていて、まあ、建築学部っていうのは非常にやっぱ忙しいんですよね、課題に追われて。なので、その日は土曜日だったんですけど、午後もう学校に行って、製図の制作、課題をやろうと思って、まあ、東京の駅名は出せないですけど、まあ、仮にじゃあ I としましょうか、うん、I、アルファベットの I にしておきますけど、まあ、I っていう駅から、電車に乗ったんですよね。で電車に乗って、まあ、土曜日の昼ですよ、普通に乗ったら、まあ、言っても一つの車両の中に何人か人はポツポツと乗ってたらしいです。で電車が発車して、で次の駅に着く直前に、まあ、車内アナウンスで、まあ、次は愛っていう、まあ、駅名ですね、次は愛ってこう駅名をアナウンスしたんですけど、それが自分が乗った駅と同じ駅名だったんですよね、そのアナウンスが。でアナウンス車掌さん間違えてるねと思って思ったら、前に座ってたカップルとかもクスクス笑ってるんですよ、うん、あ間違えてる、さっき愛っていう駅から乗ったのに、次の駅が愛ってアナウンスする、多分駅を一つずれて間違えてるんだねみたいな感じでクスクス笑ってるんですよね、うん、で着いてドアがパーって開いたら、そこ自分が乗った愛の駅だったんですよ。え自分が乗った駅、で次に着いた場所が同じ場所だったんですよね。でびっくりして、うん、えっと思ったんですけど、乗ってる人全員びっくりしてるんですよ。えで中には外に出て確認してる人もいるんですよね。これ確かさっき乗った駅でなんで同じとこについてんのって言ってざわざわして、でそれがやっぱりあの特殊な経験というか、まあ特別な経験というか、まあ、なかなかその経験ないんでずっと記憶に残ってたんですよ、うん、じゃああれ夢だったんだろうかでおかしいなって思ってて、当時これだいぶ昔の話ですけどね、まあ、インターネットがちょっと普及し始めて、あのブログっていうのが、ポツポツ出始めた時期だったんですよ、うんうんうん、でもしかしたら誰かが同じ車両乗ってた人が書き込んでるかもしれないと思ってネットを検索したら一人いたんですって、何月何日土曜日の午後何時にその愛という駅から、電車に乗りました、着いた駅がまた愛でした、これ一体何だったんでしょうかって書いていたらしいんですよね。だ自分が経験したの体験っていうのは多分夢じゃないだろうねっていう話を聞かせていただきました。お人数でっていうのが異次元、ちょっと不思議な経験なんですけどね。これもね変な話なんですけど、僕二十歳の時に2年間専門学校に通ってるんですけど、そこの同じクラスになって同級生で、さっきの翔平さんと同じたかしってやつなんですよ、うん、で会った初日から、あこいつちょっと変わってんなと思ったのが、まず初対面自己紹介するじゃないですか、たかし自分の名前噛むんですよ、たけちって言うんですよ、たけまで言うんですよ、でああいやたかしって言い直すんですけど、これ僕だけじゃない、誰に会っても必ず噛むんですよ、
でそれ以外は日常会話でね噛むこともないし変わったやつだなと思ってたんですけど、決定的だったのがその年の彼の誕生日だったんですよ。でクラスのね仲いい連中でちょっと今日あいつのサプライズパーティーしようぜ つって、で、まあ、いつもの飲み会っていう体で高志んち行って、でワイワイやってるうちに一人がじゃあ高志誕生日おめでとうって、で本人もびっくりしてあマジで、で一人がちゃんとこうケーキ買ってきてて、じゃあさこれせっかくだからあの火ろうそくに火つけて吹き消そうぜと、でいざセットして火をつけて、で仲間の一人がじゃあ電気消すぞって部屋の電気消そうとした時に、たかしがああの明かりつけたままにしといてくれって言うんです。でもお前これ暗くないとさろうそくの火消すの雰囲気出ないじゃん、いやいやいいんだ俺このままがいいんだって言い張るんです。でまあまあ本人もねそう言うんだったらまあいいかってことでその日終わったんですけど、さすがに後日仲間内でね高志以外の連中でなんかあいつ変だったなと、何なんだろうねって言ってた、ある日メンバーの人に中ちゃんって男が聞いたんです高志に、あれ何なのって問い詰めたら、実は俺小学生の頃から誕生日でこうろうそくでね火消す時部屋暗くするの苦手なんだと、でそのきっかけになった出来事があるらしいんですけど、たかしくんが小学校3年生の誕生日の日でクラスメートをね仲いい連中をこう家に呼んで、お母さんがこうケーキ買ってきてくれて、で子供たちだからケーキ見た瞬間わーって喜ぶんですけど、そのうち一人の女の子があれこれたかしくんのじゃないって言うんですよ。でみんなうんと顔近づけたら、確かにこのケーキについてるデコレーションでねこの板チョコレートの板、そこにこうお誕生日おめでとうって書いてあるんですけど、それがたかしじゃなくてたけしになってるんです。でみんな小学生ですからね、たったそれがそれだけのことが面白くて、ああ本当だこれたかしくんのじゃないたけしくんのだとわーと、でお母さんも不思議そうに、あらさっき買ってきた時はちゃんと名前確認したんだけどねと、だそんなこと言ってもこう味が変わるわけじゃないし、もうねじゃあろうそくの火消しなさいって言って明かりを消す。で、このねろうそくの明かりだけで部屋が照らされてるんですけど、いざこのたかしくん息を吸い込んでろうそくに向かってふーっと息吹きかけるんですけど、ちょっと足りなかったのかろうそく一本だけ明かりが残ってしまった。あもう一度だと思ってもう一回吸い込んだ時なんですよ、一本のろうそくに照らされているその向こう、同級生の男の子と女の子がいるんですけど、その間にもう一人いるんです。ただ真っ暗で何もわからない、ただの黒いシルエットなんです。でも大きさからすると自分たちと同じぐらいの小学生なんだろうな、あ誰だろうと思ってるけど、もう息吸い込んじゃったから吐くしかない、ふーってやったら部屋は真っ暗になる。で再び明かりつけるとやっぱりそんな、ね、もう一人の人間なんていないんですよ。あれ何だったんだろうなと思いながら、その晩たかしくん自分の部屋で寝てたら突然自分の体の上にドスッと何かが乗る。で何だろうと思って目を開けるんですけど、昼間見たあの真っ黒な黒いシルエットが自分の上に乗ってるんですよ。でこいつなんだろうと一生懸命目をこうね開くんですけど何も見えない。ただその翌日からなんですよ、たかし自分の名前名乗るときに自分がたかしだったかたけしだったか分からなくなるんですよ。でそれが毎年誕生日になるとやっぱりその黒い何かが現れる。でその晩必ずそいつが自分の上に乗るんですけど、2年目なんですよ、その真っ黒なシルエットの中に目があるんですよ。で3年目ニッと笑ってるんですよね、白い歯が見えるんですよ。だんだん顔のパーツが増えていってるんですよ。でもこれ毎年続くとしまいにこれ自分の誕生日を祝ってるのかその何かの誕生日を祝ってるのかわからない。なのである時期からろうそくの火消す時に俺明かりつけたままにしてるんだと、そうすればあいつが出てこないんだと。でそんな話をこの同級生の、ね、中ちゃんって男が聞いてきて、でなんか不思議な話だななんて言ってたんですけど、そのまま、専門学校を卒業しまして、でそれから十何年経って今からね8年ぐらい前ですかね、中ちゃんと僕再会して居酒屋で飲んだんです。でね、誰々は今どうしてんだろうその思い出話に花咲くんですけど、その中でふとこの高志の話になったんです。あいつ何してんだろうねって言ったら、中ちゃんが俺
何年か前あいつに会ったんだって言うんですよ。あいつどうしてんのって言ったら、いやなんかサラリーマンやってらしくてさ、で俺ばったり駅前でね会って、そのまま喫茶店行ってあいつ話したんだと。そしたらさ、あいつ例のな、誕生日の時明かり消すっていう、あれもうやらないらしいんだよ。どういうことって聞いたら、その数年前にこのたかしのお父さんが、実家のねお父さんが亡くなったらしくて、でそのタイミングで久しぶりに実家に帰ったと。でお葬式終わった後に、まあ、親族も集まってるんでね、彼の実家の横にこの物置があるんですけど、これ非常にこういろんなものがね雑多に詰め込んである。でせっかくなんで人手もあるし、断捨離じゃないけどちょっと整理しようっつって押し、あの物置の中の荷物全部こう出してったら、一番奥に見覚えのあるあるものがあったんです。それが子供サイズの真っ黒に焼け焦げたマネキンなんです。ただそれ見た時、たかし覚えがあるんですよ。彼が小学校1年の夏休み、2つ年上のいとこのお兄ちゃんがその日遊びに来てて、で昼間からね2人でちょっと探検しようぜって近所見て回ると、半年ぐらい前に彼の町内で火事を起こした家があって、で死傷者いないんですけど、もう家全体全焼、真っ黒な状態で、家財道具も何もないんですけど、この家の中に唯一残されたのがその黒く焼け焦げた子供サイズのマネキンなんです。それ見た時にこのいとこがね、お兄ちゃんが、あ、あのマネキンたかしそっくりだな。当時のたかしくん日に焼けて真っ黒だったんです。でちょっと前あの横立ってみろっつって、でたかしくん隣立ったら背丈も同じなんです。うわなんかたかし二人いるみてえだ、じゃあお前がたかしでこっちのマネキンはたけしだな。でたったそれだけのことで二人でゲラゲラ笑ったんですけど、そこまでは覚えてるんです。ただその後このマネキンを家に持ち帰ったっていう記憶はないんです。なんだけどそれ見た瞬間に、あ、お前だったのかと、毎年俺の誕生日に出てきたのはお前だったのか。で毎年ねこう顔のパーツ増えてくけど、自分で気づいたんです、自分に似てるってのは。あ、お前俺になりたかったんだな、でもな、もうあのずっとここにいていいけど、あのもう悪さするなよと、そんなことを心の中で祈ったんだと。でそれからはあいつも無事出てこなくなったから、俺大丈夫なんだっていう話をこの中ちゃんが喫茶店で聞かせてもらったらしいんですよ。で、じゃあよかったねって僕言ったら、中ちゃんが、いやそうでもねえんだって言うんですよ、うん、どういうことって言ったら、いや俺さその話を喫茶店で高橋から聞かされてるところすっげえ気持ち悪くて、あいつその話しながら時折キッキッって音出すんだと。で俺最初こいつ歯ぎしりでもしてんのかなと思ったんだけど、よく見てたらあいつ時折自分の腕曲げるんだけど、関節からキッキッって木をこするような音がするんだ。で俺それが気持ち悪くてさ、で最後俺あいつ駅まで送ってて改札で別れたんだけど、最後握手したんだと。で俺あいつが改札の向こう消えてった後、自分の手見たらさ、手のひらすすで真っ黒なんだよな。俺があったのたかしだったのかたけしだったのかわからないんだよなって言うさ、もしかしたらですけど、このたかしくんたけしくんと入れ替わってる可能性があるんですよね。うわあすごいです ね、SF チックっていうか、なんつったらいいんだろうな。ね、まあ物も100年経ったらね、その何かが嫌がってるとかね、言うけど。これもね、火葬場職員だった時の話なんですけども、お葬式とかって結構遺族さん同士の喧嘩があったりするんですよね。そのやっぱりその、ね、親族一同がみんな仲良しだったらいいんだけれども、うん、何かこうお金の面だったりとか何か他の面だったりとかで、まあ、すごいこうやっぱ喧嘩が始まるとか、うん、でお互い寝てないですね、やっぱお葬式とかお通夜とか過ぎていってるんで、イライラもしてるからっていうのあるんですけども、そのね、喧嘩というかちょっといざこざが火葬場のお骨上げの時に起こったことがあるんですよ、うん、で、まあ、ここからちょっと僕の想像も入るんですけれども、まあ、亡くなった方はねおばあさんなんですよ。
で、状況としてはそのおばあさんが火葬終わって出てきて、じゃあみんなで お骨上げしましょうって言ってやってる最中なんですけれども、片方の人家族はなんかすごい本当に泣いてらっしゃって悲しんでらっしゃるという感じなんですけども、もう一つの方の、家族というかはだから淡々としてるんですよね。でそれでちょっとこう二分化されてて、で一応僕はまあ担当だったんで、聞いてたのはその淡々としてる方の、まあおじさんに最後お骨壺をお渡しするというふうに聞いてたんですけれども、あのお骨上げの説明をしてる時に、そのこっち あの泣いてる方のね、悲しんである方のおばあさんが一人骨をねこうこそこそ盗んでるんですよ。盗んでるんですよ。で、まあ、これ、一応説明しておくと、まあ、大阪の場合はあのちっちゃい骨壺にね、あの一部お骨をこう納めて、で残りはその合同埋葬地にこう埋葬するっていうのは結構通例であるんですよ。関西では結構多くて、でその、まあ、最終的にですよ、このお骨はあの合同埋葬地に埋葬させていただきますってことを言って、誰も異議がなければこの骨の所有権を放棄したというその法律的な意味もあって、だからある意味その遺族さんがね最終的に骨を持ってても別に違反でも何でもない。ただそれを例えば道にちょっと落としてしまった、なくしてしまったってなった時に、道に人骨があったらそれは細かく言うと死体遺棄になってしまう。だからまあ危ないんですけれども、まあ持って帰ることは別にいいんですよ。いいんだけれども、そのなんかこそこそやってて、でそのちょっと結構そのなんでしょうね、冷静な方の人はもうちょっと何してんのとかバレたりして、でそっからこういざこざが出てきてですね、でそのまあ、2つはまあ分かってるんですよ。こっち の冷静な方がね、骨壺最後持っていくとか分かってるんですよね。それでも返せ渡せ、いやいや渡さへんみたいな、そっからもうグワーなって、最終的に骨をねそのちょっと取ってたおばあちゃんと、最後僕が骨壺を渡すはずだったおじさんで2人で取っ組み合いになった。で取っ組み合いになっても返せ返せ返せってそのおばあさんがずっと言ってて、それがねちょっと異様なんですよ。かなりのご高齢、もう80歳を優に超えてらっしゃる女性の方がね、もうほんまに目見開いてもう返せ返せって言ってるんですよ。それも異様 でその男の人もなんかちょっとひるんでるんですよね。でうわこれ大丈夫かって僕もいやいやとかやるんですけども、わちゃわちゃになって、一旦話したんですよ、その二人をね、お互いの親族がこうジュジュジュとか話したんですよ。でその時にまたそのおばあさんが返せってことやるんですけど、片腕折れてるんですよ。その状態で返せ返せってまだやってるんですよ。でうわこれすごいなと思ってて、その時にその片腕折れてるおばあさんのまたその、まあ、仲いい、ね、ご親戚の方なのかそのご姉妹なのか分かんないですけど、まあ、同じぐらいのおばあさんが「もうあんたやめてあんたやめて、もう美智子さんあんたやめて」、これ一応偽名ですけどね、「美智子さんやめて」って言ってるんですけど、その美智子っていうのが亡くなった方の名前なんですよ。それがね、まあ、たまたまかもしれないですよ、分かんないですよ、分かんないですけど、で今の話を聞いてちょっとだからおかしくなってしまってるのが。そういうことなので分からないですけども、ちょっとそういうことがあったのを今思い出しましたね。僕実は京都と奈良の間にある駅とだけ言っておきましょうか。まああまり実名を出すと差し障りがあるので X 駅としておきますね。ただまあそれほど偏僻なところにあるわけでもなく、まあ、とかといって大都会にあるわけでもないような、まあ、こじんまりとした駅なんですよ。昔は大学の寮なんかもその近くにあったりしたような、まあ、これ以上言うとあまり特定されてしまうんですけども、その X 駅の近くに住んでいる方から聞いたお話なんですが、そこって昔からものすごい、まあ、人身事故が多い駅だったんですね。まあ昔はね今と違って行き来する人も多く、それこそ大学の寮なんかもあったわけですから交通量が多かったりしたわけなんですけれども、なのでまあ必然的にある程度は事故が多いのはしょうがない。とはいえやっぱり変なんですよ。こうその駅の構内であったり近くの踏切であったりに人がどんどん飛び込んでいったり、もしくはその体験者さんによれば
もう車がいきなり線路の方に突っ込んでいて、そのまま電車と衝突するなんてこともあったらしいんですよ。それがまあ月に1回どころかもっと月に 2,3 回のペースでそのような事故があった。実際見たことも多いし、まあ、情報として入ってくることも多かった、まあ、多かったと言いますが、実は私その話を聞いてから X 駅調べてみたんですが、2000年代2010年代でも結構多いです。もうその大学の寮とかもなくなってて、まあ言ってみれば地方の人口ってどんどん減ってるじゃないですか。なので交通量や利用する人たちは減ってるはずなんですけども、結構ネットのニュースでもバンバン出てきます。こんなね、大きな駅だったと思うとして、こんな、まあ、ある程度小さな駅でこんなに頻繁に起こるのって何なんだろうなとは思うんですよ。その理由はよくわからないんですが、まあ、体験者さんの、まあ、女性の方ですが、彼女によれば、もしかしたら何かがねそこに呼んでるのかもしれない、人を呼んでるのかもしれない、何かこう引きつける何者かがいるのかもしれないと思うらしいんですね。というのもその女性の方、まあ、A 子さんとしておきますが、その A 子さんがある出来事を見てるからなんですよ。 A 子さん高校時代、まあ、部活の朝練に行こうと早朝まだ薄暗いぐらいの時間帯に家から高校を目指して歩いていたんですね。でちょうどその X 駅の踏切に差し掛かったところで、あれ？あれなんか線路に何かいると思ってよく見ると、男の人がこちら側に背中を向けて線路の脇ですね、でうずくまってなんかこうごちゃごちゃごちゃやってるんですよ。あれ？と思ってよく見ると近所の魚屋のおじさんなんです。よく利用してるんでお互い顔見知りなんですよ。え、ちょっとおじさん何やってんのって、危ない線路の中入ってって言うんだけど、おじさんは何も聞こえないようにこうゴソ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 丸まってうずくまってなんかやってる。よく見てみるとその脇のところに木箱、まあ、トロ箱みたいなものがあって、そっから何か出してる魚なんですね。そのおそらく朝市場から買ってきたであろうメバルとかサヨリとかそういう新鮮なキラキラしたお魚をこう線路のレールの上にちま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 並べて置いてるんですよ。でカン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 、そのうちにもうあの警報が鳴ってきて遮断機が降りる。ちょ、おじさんおじさん危ない、おじさん危ない危ない危ない、おじさんって思いっきり叫んだら、その叫び声で止まったみたいで、えっ、なんて、こっちこっちこっちって、でもうおじさんも慌てて踏切のところまで走っていって、その瞬間に電車がダーッとしてブチ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 って線路の上に並べた魚がすごい音を立てて弾けていったんですね。で何やってんのおじさんって聞いたら、え、いや、あ、こどこ、いやいや X 駅の近くだよって言うと、あ、そうなんだ。でどうもそのおじさんに聞いてみると、おじさんは市場から帰って自分のお店まで戻ってきて、ああ早く開店しないと朝のね奥さんたちが買い物に来ちゃうから、ちゃんと店並べないとと思って一生懸命魚を並べていたつもりだったっていうんですね。まあそんな出来事をまさに目の当たりにして自分でも体験しているので、どうもあの X 駅っていうのは何かしら不思議なことがまつわっているんじゃないのかなと A 子さんから教えてもらったんですけどもね。へえ。僕の高校の時の先生 の徳井さん、まあ、徳井先生っていう方が大学生の時の話なんですけど、福岡で一番大きな、まあ、福岡大学っていう生徒が1万人超える大学があるんですけど、うん、あの先生は徳井先生はその福岡大学の生徒 で同じ福岡大学の、まあ、丸山さんという彼女がいたんですよ。でも普通に付き合ってたんですけど、ある時からその彼女の側が、あそこいたよねとか、え、さっき食堂いなかったとか他の人から言われるようになったんですよ。で、あれ私そんなとこ行ってないよって。最初はでもあの学生数が1万人ぐらいいると大きな、まあ、マンモス校っていわれるとこなんで、まあ、そういう人の見間違いかなっていうふうに思ったんですけど、それが次第に最初はその大学内だけだったのが、福岡で栄えている天神っていうエリアがあるんですけど、この前さあの丸山さん天神のバス停で見たよとか、そういうふうにエリアがどんどん広がっていくんですよ。
もう学校だけにとどまらずいろんな街中でその目撃情報が出てくる。でもそこに行った覚えはないって言うんですよ。で2人してうわ気持ち悪いね気持ち悪いねって、誰かもしかしたらものすごい似てる人がいるのかなって、まだその時まではそう思ってたそうなんですよ。である時、まあ、バイトで2人でお金貯めて、まあ、夏休みになったんで沖縄旅行に行ったそうなんですね。でこれ3泊4日だったんで2人でワイワイ楽しく過ごして、さすがに沖縄でまで間違われたなんて言われないわけですよ。じゃあ今日なんか良かったねって、なんか最近変なことあったけど結構リフレッシュできたしやっぱ来て良かったよねっていう話になったんです。で最後の旅行が終わって、まあ空港までタクシー乗って帰ったんですよ。でタクシー乗った時にタクシーの運転手の人が、あれ丸山さんまた沖縄来たんですか、この前来たばっかじゃないですかって言うんですよ。えっ、もう何も言えないんですよ、怖すぎて。怖いっていうかもう訳が分からないんですよ。まだ福岡の大学内とか、まあ、そういうなんか盛り場というかそういう街とかで見間違えられることはあっても、沖縄でついまあ1週間2週間前とかになんか確か来ましたよねなんて言われるわけないんですよ。絶対それ見間違い、ただの見間違いとかじゃありえないし、名前もちゃんと丸山さんって言ってるんです。えって思って、うん、もうなんか最後の最後で嫌な気分になって家に帰ったんですけど、その時あの丸山さんの方はあの実家から出てきて一人暮らししてて、で最初丸山さん家に徳井さんも一緒に送って、で二人に家でいると、その時あの携帯電話とかない時代だから家電話なんですよ。それチリリリンって電話鳴ったんで、丸山さんがもしもしって出ると、まあその丸山さんっていう彼女の方がちょっとなんかその頭の回転が遅いというか、まあとろーっとした感じの子だったらしいんですね。で、はい、いや違いますけど、え何のことですかってなんかとぼけてるんですよ、うん、で「おお」とか言いながら電話切るんで、徳井先生が「何やったの今の電話」って聞いたら、いや何か今女の人から電話があって「私が丸山です」って言うんだけど「え、うん、何のこと？」って「いやいやお前それやん」って、ずっと最近間違えられとったそれやんって。でそしたらそこで初めて彼女気づいて「あっ！」ってなって「え何これ？」ってなったけど、もう訳分かんないわけですよ。もしかしたらなんか友達が仕組んだ壮大ないたずらかもしれないし、そうじゃない何かかもしれない、でも訳分かんないって、もうなんかもう怖いなと思って、とりあえず徳井先生家に帰ったんですけど、徳井先生実家暮らしだったんですね。で実家まで帰ったらお母さんが「ねえあんたささっき電話あったよ」って。あんた確か彼女って丸山さんって子よねって、私が丸山ですけどって言って切れたけど、なんか心当たりあるって言って実家にもかかってきてたんですよ。でその電話を最後に今後一切目撃情報がなくなるんです。だからそれが何だったのか今まだに分からないっていう話が大学時代に体験したそうなんです。だこれ本当にもう幽霊なのか何なのか全く分かんない。で突然始まって突然終わるんですよ、その電話を最後に。何なんでしょうねこれ。ある雑誌を作ってた中村さんっていう方がいるんですけど、その人とかと話した時に、なんか階段とかってありますって言ったら、まあ、階段じゃないんだけどちょっと昔変なもん見たことあるよって言って、うん、で彼が小学校 2,3 年生の頃かな、ある時なんか友達の家に行こうと思って、まあ、自転車で走ってたらしいんですね。で友達何人かいるから、じゃあなんかお菓子買って行こうと思って近くのスーパーにで止めて、で買ってまあ、自転車に乗ろうと思ったら、周りをなんかちっちゃい虫みたいなのがプンプン飛んでるんですって。で、なんだよと思ってたら、そのくるくる回ってるものが目の前でピタッて止まって、ブブブブブブブって言ってるんですって。で、何と思ったら、このくらいちっちゃいなんかパチンコ玉ぐらいですかねの銀色のものが、丸いものがブブブブブブってなんかホバリングしてるみたいな感じで止まってるんですって。で、何これって思ってたら、それがそれこそ縦にビヨーンと行ったり、横になったりビヨーンビヨーンビヨーンって動くんですって。それこそまあ後々に知るんですけど、その、ターミネーター2のあの液体人造人間みたいなあるじゃないですか、そうです、みたいな感じでビヨンビヨンっていう感じで動くんですって。で、何これ気持ち悪いと思った瞬間に、ブブ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 ビヨンって空に消えてったと。
で自分がその時見た時にあこれ UFO だって思ってそのまま自転車乗って友達ん家行って俺は UFO を見たとっていう話で話したそうなんですね。そうしたら、まあ、友達はそんなちっちゃい UFO があるわけないと、そんなちっちゃい UFO の中にちっちゃい宇宙人がいるわけないみたいな話で信じてもらえなかった。でまあそっかっていう感じで、まあ、でも家に帰ってきてお父さんとかお母さんにも話したんですけど、そんなわけがないと、あんたは夢見てたんだって言われて全然信じてもらえなかったんで、ああ確かになんか夢だったのかなと思ってからその話ってもう一切しなくなったそうなんですね。で自分が大学に入って大学2年生の時に、まあ、新刊コンパがあったそうなんですね。でその新刊コンパに行った時に、まあ、たまたま隣に、まあ、ちょっと可愛らしい女の子が座ってて、なんと話に、まあ、新1年生にこう話してたらしいんですよ。でその時になぜかその話をしたそうなんですね。いやあのさ、俺ちっちゃい頃になんか UFO みたいに見てさ、って俺のこう周りをブンブン飛んでるやつがあってピタッて止まって、それがなんかこうパチンコ玉みたいなそんな感じなんだけどって言った瞬間に、その子がそれってビヨーンって縦になったり横になったりしませんでしたって言うんですって。でえなんでなんでわかるのって言ったら、私も小学校2年生の時にそれと同じの見たことありますって言うんですって。でえそれどういうものって言って聞いたところほぼ一緒なんですね。でこれがまたちょっとあれなんですけど、自分は小3の夏ぐらいなんですけど、彼女は小2の夏なんですよ。で1個下だからちょうど同じ時期、しかも住んでるところは全然違うんですね。それこそ、まあ、九州となんか、関東みたいな感じで全然違うんですけど、多分夏休み直前だったような気がするみたいな、ほぼ同じなんですよ。でへえ不思議なこともあるもんだねっていう話をしたんだけど、その女の子今の俺の奥さんなんだよねって言うんですよ。おで俺だから、まあ俺たちはなんか UFO がつなげた恋って言ってんだけどねなんて言ってたんですけど、僕その話聞いた時に、それ UFO の力で結婚させられてないかってちょっと思ったんですよね。まあ、全然さっきの首切りとは違うんですけど、ちょっと思い出しました。UFO、そしたらそれね、2人の間にできた子供とかね、なんか、なんかありそうな同じもの見たりとかしますよね。全然これ階段っていうのとも違うかもしれないんですけど、僕今住んでる家はもともと祖父の代に作った家を、僕と弟がローンを返し終わって、で買い取って、でだけどその土地を一部売って、で今の家を建てるっていうことで、今弟と僕の家が2軒建ってるんですけども、その元の家をこうなんとか売っ払って、それでお金に換え、もう維持費がもうかかって、いわゆると大きい家で、その祖父の代には何もないところにどんどん作ったから大きい家で、それで、まあ、とにかくこれを維持するぐらいだったらもう少し売って、でちっちゃい新しい家を2つ作ろうっていうことになって、でそれでそれがようやく決まって、で不動産屋さんと話をすることになって、で解体しましょうっていうことになってから、寝ると毎晩その土地に、そのこれもなんかすごくリアルな、もう夢なんてことは分かってるんですよ、夢なんだけど、毎晩そこに死体を埋めてるっていう夢を見るんですよ。でこれ誰の記憶だろうと思って、でも夢の中で自分がやってるんだよね。であれザクザクってもう場所も分かって、庭のあそこに埋めてるっていう夢を見るんですよ。それではって朝起きて、まあ夢だからすぐ忘れるかと思いきや、確実にあれあそこに死体あるよねみたいな記憶になっちゃってて、でいやそんなわけないじゃんみたいな、ずっと住んでるとこだしって思って、いやでもまた寝るとそのシャベルをやってる記憶が出てきちゃうんですよ、はい、で自分の手で、自分顔は見えない、自分の手でこうザクザクってやって穴を開けて、
で死体をボンって入れて土をかぶせるっていう目を何回か見て、やだなこれ、なんだこれって思って、でそうするとなんか徐々に、あ、もしかしてそんなことやってたのを嫌なことすぎて忘れようとしている記憶が蘇ってんのかみたい なんかそういった脅迫観念に自分がちょっと囚われ始めて、いやでもそんなわけないっていうのはもう当然常識的に考えてそんなこと自分がしたはずないし、でもその工事の日が近づいてきて家を解体するぞってなると怖くなってきて、なんかすごい嫌な汗かいてきて、バレでいつの間にかバレるみたいな発想に変わっちゃってて、このままだとバレちゃうじゃんみたいな、夢の中で焦り始めてるんですよ、このままだとバレるぞみたいな、お前埋めただろみたいなのを自分で自分に言うようになっちゃってて、いやってやってるわけないと思って、でも、まあ、工事の人が来る日が決まって、それでまあ誰にも言えなくて、家族にもそんなこと思ってるなんて、で死体が埋まってるかもなんて話もできないから、いやーこれはまあでも、あのもう解体してばらしちゃえば大丈夫だろうと思って、で、まあ、あの家のものとかも全部出してゴミ出して、であとで家を、まあ、解体してって、でその後更地に一回するってなって、ってことはと思って、いやそんなことはないっつって、でも夢でやっぱり見るんですよ、さてもで、いや死体なんか出てきたらどうすんだと思って、で工事が入って更地にするっていう時にやっぱり恐る恐る、これって全部一回掘り起こしてやるんですよねみたいなこと、あはいもう全部掘り起こして一回平らにしますからって、でそれがその家の、まあ、ちょうど玄関前の庭みたいなところが夢に出てきてて、全部やるんですよねみたいなこと言ったら、全部やりますよって言って、で、まあ、その間に仮住まいに引っ越して、で工事してる間はそっちで半年ぐらいは工事が終わるまでは引っ越してるっていうことだったんですけど、でその更地にする工事が始まったから、いやー別になんてことはないだろうと思って、でもその工事が始まったっていう時に、まあ、一応自分のとこなんで様子を見に戻ったら、工事してたから庭結構ずっと住んでたとこなんで、なんか掘って出てきましたかって言ったら、動物の骨が出てきたんですよ、で多分おじいちゃんが飼ってた多分犬とかを骨の状態でそのままその庭のところに埋めてたんですよ、僕ら全く聞いてなかったんだけど、動物の骨が出てきましたっつって、結構な量の動物の骨がドンって、でこれはもう処分しますから大丈夫ですよ、愛犬さんだと思うんでとか言われて、でも全然その話聞いてなかったんですけど、明らかに自分が埋めてる記憶が多分祖父の記憶が夢でずっと僕のところに出てきて、で僕はだから死体っていうイメージで、でも夢だからもやっとしたんですけど、本当にそこに犬の骨埋めてたんですよね、で僕の記憶のように思えてたけど、でも多分祖父が埋めてた、これがなんかそのバラすってタイミングで自分の頭の中にこう、でこれはなんかだから場所が教えに来たみたいな感覚なんだと思って、面白い、興味深いですね。北海道行った頃にそれこそ初めて行った心霊スポットっていうのが、まあ、隣町小樽っていうところにある廃ホテルの廃墟だったんですよ。ある晩、まあ、高校時代からの友達大沼くんっていう男友達と、でこの大沼くんの彼女と僕の3人で、この廃ホテルに行ったんですね、まあ、大沼くん車出してくれました。割とねこの大沼くんっていうのはそういう場所が平気というか、ずかずか入ってくタイプなんです。でも僕とその大沼くんの彼女は怖いんで、後ろからねおっかなびっくりついてくんですけど、1階のフロアぐるっと懐中電灯持って見終わって、まあ、この大沼くんもねどこからその情報を仕入れてきたのか分かんないんですけど、実はこの廃ホテルってのは一番怖い場所はこの地下なんだと、で地下に行くとボイラー室があるんだけどな、そこが出るらしいんだって言って、やっぱ先頭に立ってこうどんどん行くんです。でいやちょっと待ってくれよって言いながら僕ら後ついていくんですけど、
いざこのボイラー室の目の前に立ったこの大沼くん、ドアノブ掴んでギーッと引いたんですよ。その途端わーって叫んだんですよ。で後ろにいた僕とその大沼くんの彼女びっくりして、えどうした、何何って言うんですけど、次の瞬間くるって振り返った大沼くん、いや別にって言うんですよ。え、全く無表情で、いや別に。でまあその晩帰ってきて、で後からね僕も気になったんで、ね、大沼くんと、あの時さ何か見たの、何かあったのって言うんですけど、いや別にって言うんですよ。でそれからも、ね、気になるたびに僕実はこの質問をするんですけど、何度聞いても、まあ、それまでねにこやかに会話しててこう笑ってる大沼くんなんだけど、この質問した時だけすっと無表情になって、あの時と同じ表情で、いや別にって言うんですよ。一体あの瞬間この大沼くんが何を見たのか未だにわからないんですけど、ただね割とこう気の短いヤンキータイプなんで、同じこと聞いたりするとすぐ切れるタイプなんですよ、怒るんですけどこの質問だけは何度聞いても怒ることもなく全く無表情で、いや別にって言うんですよ。これはね不思議なんですよね。なんかプログラム埋め込まれてるみたいな、ね、その言葉を聞質問されたら、僕普段ライブをやらせていただいてまして、怖い話とかやらせていただいてるんですけど、それをいつも毎回来てくれる4人組の女の子がいて、そのうちの1人の子で東京住んでる方なんですけど、小学生低学年ぐらいの時、ちっちゃい頃ですね、結構田舎のおじいちゃん家に行くっていうのが定期的にありまして、ただ別にそこの田舎に友達がいるわけでもないし兄弟がいるわけもないんで、まあ結構大人たちがいろいろやってる間って子供ながらに暇なんですよね、なのでとりあえず田舎、まあ確かにのどかな景色とか畑があったり、であとまあ溝もちょっと大きめの溝、側溝とかが田舎の方あるんですけど、東京みたいにしっかり蓋がしてなかったり、もうむき出しの側溝がそのままなんかもうベチャベチャな状態であったりするんですよね、田舎なんで。でそんなところがあって、まあ、そのアスファルトで舗装された道の上で遊んでみたり景色見たりするんですけど、まあそこの側溝が確かに小学生だともう入っちゃうとその身長ぐらいの深さあるんで、おじいちゃんからそこには近寄るなよと言われながらも、まあ大体家の前のその辺で一人で遊ぶっていう結構退屈に過ごしてた時に、同い年ぐらいの女の子が声かけてくれて、で道の向こうの方でこっちおいで一緒に遊ぼうって言ってくれるから、パッて見たらその同い年ぐらいの女の子の横にちょっと 1,2 歳上のお姉さんっぽい方がいて、で一緒に遊ぼうこっちおいでって言ってくれるから、あ嬉しいと思って、っていうのも、まあ、一人っ子だったもんで、まあ、ちょっとお姉ちゃん欲しいもあった、なのでちょっと年上の方がこうやって誘ってくれる、しかもこうやって退屈してる時に嬉しいなと思って、そのままバーって駆け寄ってって、でそこでキャッ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 3人で遊んでたんです。でそれ結構楽しかったんですけど、そのうちその2人がひょいって側溝の下に降りてったんですよね。で下、まあ確かに降りてっても確かにびちゃびちゃにはなってるんですけど、その足を取られるほどでもないんで、まあそこで子供なんでそれを踏みながらキャッキャッキャッキャやりながらやってるんで、あ私も中入りたいと思ったけど、あどうしよう、でもここはおじいちゃんに入るなんて言われてるしなと思いながらも、やっぱりでも仲良くなりたいしと思って、ね、下に入って、そしたらやっぱその泥水をバーンってやってみてギャーとかなったりして、でギャッ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 ってやったら、やっぱなんだかんだで楽しくて、あっという間にちょっとずつちょっとずつ日が暮れ始めるんですよね。そしたらそのくらいの時になったら、その女の子2人が、あそろそろ帰んなきゃねって、じゃあね私たち行くねって言って、くるっと振り返ってその側溝の下のところから向こうの方に歩いていくんです。でちょっと歩いていくと、ちょっと先からその深い側溝なんですけど、ちゃんと蓋がしてある部分だったんですよね。で蓋がしてあるんで、その下って真っ暗になってるんですよ。そこにその2人が、じゃあねバイバイって言ってスーッと入っていくんです。でえっと思って、え私まだ遊びたいのに、え待って待って、ね待ってって追いかけようと思った時に、向こうの方から、お前何やっとるんじゃっつって、おじいちゃんがブワーってこっちに走ってきてて、あおじいちゃん、うわおじいちゃん迎えに来たんだと思って、お前何やっとるんじゃっつって結構怒って、そのまま近くまで来て上に引きずり上げられての時に、何やっとるんじゃお前、そんな人そんなところで一人で何をやっとるんじゃって言われて、えってなって、でその時に、いやだってと思って、今女の子が二人いてそこに入ってったから私も行こうと思っての感じでそこを見たんですけど、側溝があって、まあ、蓋がしてあるこの真っ暗な部分って、もう
見てすぐ分かる部分にもうびっしり蜘蛛の巣とかも貼ってあって、えいやでも今2人入ってったのに、えこんなこと、え本当にみたいな、ちょっと受け入れられないんですよね。でもいや普通に考えれば大人なら分かるんですけど、私たち帰るねでまずそこに帰っていくわけがないんですよね。なのにその女の子2人っていうのはキャ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 遊んだ後その中に帰っていった。その時についてってたら、もしかしたらその子どうなってたんだろうって、おじいちゃんがたまたまそれに気づいて向こうから走ってきたから引き止めたけど、まあいわゆるね、いろんな地方で、まあ、神隠しって言葉もありますし、まあ、いろんな現象あると思うんですけど、ちょっといろいろ話としてはここで終わりなんですけど、聞いてたこっちが考えさせられるというか、あと、まあ、これを聞いた時に、まあ、話として終わりなんですけど、じゃあこれどっちなんだろうと、その女の子たち2人っていうのは例えば引きずり、それこそ引きずり込もうとしたのか、それともただただ本当に出てきて遊びたかっただけなのか、わからないですよね。そしてなぜそこに帰っていったのかっていう、ちょっと謎の残るおかしな話を聞かせてもらいまして、それがやっぱそこに何かいたんでしょうかね、うん、なんかね、ちょっと考えちゃうんですよね。どうしても聞いてほしい話があるんですけど、はいはい、私の父が釣りが趣味で、静岡県の方に昔住んでたんですけど、友達何人かと夜釣りに行ったんですよ、湖の方に。でそこは汽水湖、海の水が流れ込む湖で夜釣りができるところなんですよね。で真夜中もう12時過ぎぐらいにみんなで車で乗りつけて釣りのポイント探して、で夜釣り始めるんですけど、夜釣りってもう真っ暗で照明もない場所だったりすると、浮きがこう魚が食っても沈んだの見えないんですよね。なのでこのリールの先にちっちゃい鈴をつけておくんです。魚が餌をつつくとその反応して鈴が揺れる、その音で判断してあ分かったと思って竿を引く。でみんなその竿の先に専用の鈴をつけて、でそのまま釣りを始めたんです。でいっぱい釣れるところっていうので有名なところだったんですけど、その場は全然魚がかからなくて、で真っ暗なところでじーっとただただ待ってて、で1時間経っても2時間経っても来ないなと思って、そしたら隣のちょっと離れたところで釣りをしてた友達がちょっとトイレ行ってくるねって言って立ち上がって、懐中電灯つけて、で公衆トイレがあるところまで砂利を踏みながら歩いていく。その音が聞こえるんですね、後ろから。で分かったって言って送るんですけど、その友達が待ってと送らせと帰ってこないんですよ。でだんだん心配になってきて、あれちょっと遅くないかっていうことを友達と話して、えどうしたんだろう、具合悪くて倒れたとか、もしかして湖に落ちたとかじゃないよねって心配になって探しに行こうって言って、みんな懐中電灯つけてその公衆トイレがある方に向かって歩いていくんです。でほどなくしてその丸い光の中に友達を見つけるんです。その友達がうずくまってて、でこういう体勢してるんです、うん、でえどうしたの大丈夫って駆け寄っていって肩を持って、だちょっとどうしたのどうしたの大丈夫大丈夫って言ったら、その友達がいるって言う。ちょっと何言ってるか分かんないよって、とりあえず戻ろうって言って、でその辺に落ちてた友達の懐中電灯も持って、で何人かでこう脇を抱えるようにして元の釣り場の方に、ちょっと元気だし戻ろうよって言って、いやもう本当怖い怖いって友達が言う。で無理やりこう引きずっていくんですよ、元いた場所に。そしたらチリンチリンって鈴の音が遠くからする。あ魚かかったよって、来た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 って、ちょっと誰の竿か分かんないけど早く行こう魚に逃げるよって言って近寄っていったら、チリン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 って鈴の音が増えるんです。えもう一本かかってる、やった同時にかかってる、行こう行こう行こうって。そしたらチリン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 
チン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 、どん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 鈴の音が増えていくんですよ。こんなことあるのかなと思ってちょっと不安になる。次チリンって聞こえるのがこっちの森の方なんです。えっと思ったらまたチリンチリンってなる。湖の遠くの方なんです。でまたチリンチリンってなったら今度後ろなんです。ものすごい増えてる。自分たちの竿以上変なところから聞こえてくるな、これ。チリン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 って気づいたら囲まれてるように。みんなで身を寄せ合って、おかしい、囲まれてるって誰かが言うんですよ。そしたら父の耳元でチリン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 ってここで鳴らされる。それが全員そうだったらしくて、うわーって全員で同時に叫んで車がある方にチリチリにうわーって走っていくんですよ。で車乗り込んでもう荷物も置きっぱなし、エンジンかけて急いで町の方に行くんです。でもううわーって飛ばして、なんだなんだなんだ怖い怖い怖い、で運転してる人以外はもうおい聞きたくない聞きたくない。コンビニの明かりが見えたので急いでそこに入るんです。明るいところに行きたい。でみんなで急いで車出てコンビニの中に入って、なんだったなんだった、落ち着け落ち着けって、そこで一旦こうふっと落ち着きを取り戻すんですよ。なんだったんだ今の、夏だしお盆違いし、なんかそういう変なのにあっちゃったのか、なんだったんだ。コンビニの外出てタバコ吸いながらちょっと落ち着こうって、もう帰ろう帰ろうって言って、そしたら一人の友達が突然吸い始めたばっかのタバコを落として踏みつけて、やばいぞまだ鈴の音聞こえるぞって、耳澄ますとチリンチリンがついてきてる山の方から。それでみんなも一斉にもう車乗り込んで自分家の方に帰って解散になった。でもそれから怖くなってしまって、大好きだった釣りももうできなくなってしまって、で置きっぱなしの荷物は何にも知らない友達に取りに行かせて、それからもう明るいところでしか釣りができなくなっちゃったと、そういうふうに父が言ってたんです。あの鈴何だったんだ、不思議ですよね、うん。僕普段は北海道札幌のスリラーナイトで怪談やらせていただいてるわけなんで、北海道のお話を一つしてみようかなと思うんですけど、まあここではまあ仮名ですけども、まあリホちゃんっていうお客様がいまして、このリホちゃんが怪談すごい好きな子ではあるんですよ。でまだ年齢もね20代前半ぐらいの子なんですけど、リホちゃん自分自身怖い体験っていうのはほとんどしたことがないっていう子なんですけど、変なことに巻き込まれることはあるっていうんですよね。でそれどういうことなのって聞いてみたら、リホちゃんがいやこれ去年一昨年ぐらいの話だったと思うんですけどって話してくれたのが、その日リホちゃんまあ普通に仕事終わって家帰ってきて、で次の日が休みかなんかだったもんですから、ちょっと夜更かししてテレビ見てたって言うんですよ。でそのテレビ見てる最中に、もう時間で言ったらね朝方に近いぐらい3時ぐらいだったって言うんですけども、深夜の携帯電話鳴ったんですよね。であれ誰からだろうなってパッて着信見てみたら、まあたかしくんっていう友達からだったんですよね。であれたかしからだ、どうしたんだろうと思って、もしもしって電話出てみたら、たかしくんがいやごめんやっと人と電話つながった、いやあのさ怖いから電話切らないでって電話出た瞬間に言われたんですよ。どうしたんかなってリホちゃん思って、どうしたの、なんかあったって聞いてみたら、いや今実はさ俺釣りに行った帰りなんだよ。おーそれで、でさその車で走ってる最中なんだけど、今俺本当に変なのに追いかけられててって言ってきて、もう状況が見えないですし言葉の数も足りないんで、いや一回さ、冷静になって喋ってみてって言って聞いてみたら、たかしくん、まあ、釣りが趣味な子なので、その日北海道の石狩方面の とある漁港とかがあるところで釣りしてたそうなんですけども、その釣りをした帰り、車走らせて、まあ、オロロンラインっていう通りがあるんですけども、そこの通りをずっと車走らせてたら、反対車線側の歩道に50代ぐらいの男性が立ってたって言うんですよ。
でそこら辺って民家とかも何もないところで、あれこんなところでおじさん立ってどうしたんだろうなって思ったら、そのおじさんこのたかし君の方に向かってで手挙げて見てるんですよね。でたかし君、あなんか分かんないけどあの人困ってそうだなって思って、そのおじさんの横で車止めるんですよ。で窓をウィーン開けて、まあ、反対側にいますけどね、向こう反対車線の歩道にいるんで、パッて見て、すいませんどうしました、困ってることありますって声かけてみたら、そのおじさん喋んないんですよ。ただ笑顔でうんうんってだけ言うんですね。いやあの大丈夫です、なんか困ってんだったら何だったら車乗りますかって聞いてみても、うんうんっていうだけで、それ以上何にもこう物事が進まないんですよ。だからたかし君しびれ切らして、あなんかちょっとおかしな人だったんだ、もういいや無視しよう、で車ブーって走らせてる最中になんか気配感じるなと思って、ルームミラーで後ろをこう確認してみたら、そのおじさんがついてきてるって言うんですよ。でついてきてるっていうのも歩いてついてきてるとかじゃなくって、車とほぼ同じ速度で一定の距離感を保ったまんま、あの笑顔でずっとってやりながらついてくるんですね。で人じゃないってそこで初めて気がついて、たかし君怖くなっていろいろな友達に電話するけども、そんな時に限って全然誰ともつながらないと。でずっといろんな人に電話して、そのおじさんに追われて 3,40 分経った時にやっとりほちゃんで電話がつながった。俺今どうすればいいか分かんない、怖いんだよ、とりあえずこれから地元帰るまでずっと電話つないでていいかって言われて、りほちゃんもあそうなんだ、じゃあ分かった分かった全然電話してるよって言って、その状況で会話続けるんですけど、まあ喋ってる最中にやっぱ怖いもんですから、いやちなみにさまだついてきてんのとか聞いてみたら、たかし君がうんまだついてきてる、へえいやどうすればいいんだろうねって言ってる最中、たかし君あっていうかやばいわって急に言い出して、うんどうしたの、いやあのさ今目の前にトンネル出てきたんだよ、もしかしたらここで電波切れちゃうかもしれない、うわ電話切れんの俺めちゃくちゃ怖いって言ってて、でもりほちゃんはりほちゃんで、いや最近のトンネルってさ案外中入っても電波切れなかったりするじゃんか、だから大丈夫だよって励ましながら会話続けようと思ったら、急にたかし君の方からうわーって大きい声聞こえたんですよ。でえって思って、どうしたの大丈夫って聞いてみたら、いやあうんうん大丈夫、あ大丈夫大丈夫全然大丈夫だからって言われて、様子はあからさまにおかしいんですよ。でちなみに今何あったのとか言っても、いや本当に大丈夫だからっていう中、急にたかし君からまた、あ民家見えてきた、あというか犬散歩してる人いるわって聞こえてきて、あならさその人話しかけてみなよって言ってみたら、たかし君もあ分かった分かった分かった、じゃあ俺とりあえず車降りるから、でもさ電話俺車の中置きっぱにするけど切らないでねって言われて、分かったよって言ってたら、まあ車が止まるような音もして扉が開いてバン閉まったみたいで、りほちゃんしばらーく組まってたら、10分後ぐらい車に戻ってきて、たかし君が、いやあのさ犬散歩してる人に話しかけたら、で話しかけて事情説明したら、とりあえず私の家来なさいって言われてさ塩もらったんだよ、でその塩を自分の体に振りかけて、今車に振りかけて後ろ見てみたらもうおじさんいないから大丈夫かもしれないわって言ってきたんですね。でりほちゃんもあよかったねっていう流れで、もう外もちょっとずつ明るくなってきて怖いこともないんだろうなって思っていたら、たかし君が急に、あーてかさ今おじさん見えなくなったからもう言うんだけどさ、さっきトンネル入るとき俺声出したじゃんか、うんそうだね出してたね、あれなんで声出したかって言ったらさ、トンネルに入る直前後ろにいたはずのおじさんが目の前出てきて窓ガラスにバンってぶつかったんだよ、だから俺怖くて声出しちゃったんだ、でもさなんでだろう今この話した瞬間からついてきてる気がするんだよなあ、ついてきてるのかなやっぱりっていうのを高橋君その後永遠言い続けるんですって。でゆほちゃんそれ言わない方がいいよって止めたって言うんですよ。でなんで止めたかって言ったら、たかし君が
ついてきてるかもしれないっていう発言するたびに電話越しからふんふんっていう男性の声がしてたからなんすって。そんなお話でした。ありがとうございます。へー、めっちゃ怖え、めっちゃ怖え。そう、僕が住んでたマンションっていうのはこうアスレチックとかあったり結構自然が豊かなとこだったんだけど、うん、必ずそのアスレチック付近で一人で遊んでる男の子に会うようになった。で、あの子一人で遊んでんなって思ってそれを横目に帰ってたんだけど、ある時なんか話しかけたかなんかでちょっと話すようになって、じゃあ何もないんだったらうち遊び来るみたいな感じで連れて帰って、僕はまあ友達いなかったからね、すごい嬉しかったんですよ、うん、で家に帰ってもうキャッキャ遊んでたわけ、自分の部屋で、うん、そしたらうちの母ちゃんも俺が友達いないことをすごい心配してたんで、そうコンコンってノックしてきて、何なんか友達来てんのみたいな感じで、そう今さっき友達になったとか言ってケーキをね2個出してくれて、紅茶を2個出してくれて、そう友達できたのよかったねみたいな感じでケーキを出してくれて、それを一緒に食べてっていうような感じで、よく帰りがけにその子に会ってうち来るみたいな話をしてた。でどこ住んでんのっつったら、そこの団地の中の一つの棟に住んでると。あのアスレチックの近くかっていう話して、そうで俺のお父さんは今ワイドショーのテレビの司会をやってるんだよ言って、そうなの、俺あんまりテレビ見てなかったんでそれワイドショーとか見ないじゃないですか、ちょっとお母さん、この子のお父さんが今やってるワイドショー のテレビの司会そのアナウンサーやってるらしいよって言ったら、そうなのなんつって、うちの母ちゃんは毎日その番組を見てるって言ってて、すごいみたいな、今度じゃあお父さんに会ったらサインもらってきてねとかいう会話をしてたのをすごい覚えてて、でも小学校の頃だからね、結構その頃は頻繁に遊んでてももう今はもう名前すら覚えてないぐらいの存在になっちゃってるわけですよ、うんうん、である時にそういえばこのアスレチックで会ってよく遊んでた子いたなって大人になってから思って、うん、なんて名前だっけっていうふうに思ったわけだけど全然思い出せないから、そうだ、そういえばお父さんがアナウンサーっつってて、うちの母ちゃんに行ったら喜んでたから母ちゃんに聞いたら分かんなと思って、家帰って母ちゃんに、そういやさ俺がなんていうの、学校の帰り道に友達になってよく連れてきてたお父さんがアナウンサーっていう子いたじゃん、あの子の名前なんだっけって俺が聞いたわけ。そしたらいきなりうちの母ちゃんがもうやめてよそんな気持ち悪い話すんのやめてよって言うわけ。何それ覚えてない、覚えてないとかじゃなくてその気持ち悪い話やめてって言ってんのって言うわけ。どういうことって言ったら、あの時さ、あんた友達全然いなかったから私がなんだろうかな、その家にいたらいきなりあんた帰ってきてすごい楽しそうに友達と話してる声聞こえたから私嬉しくてねって、で買ってちょうど買ってきてたケーキがあったから持ってったじゃない、でドアノックして開けたらあんた一人で笑ってたのよって言うわけで、あの時はね本当にお母さん心配してね、もういろんなとこ相談してたんだからって言うわけだから、またもうそういう気持ち悪い話するのやめてとかって言われて、あの子いなかったんだっていうふうにその時思った。なんか
僕の知り合いでスタイリストさんがいて、でその人が ある時に友達から夜中に電話がかかってきたらしいんですよ。でそしたらね、友達はねすごいワン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 泣いてて、うん、女友達だったんだけど、でどうしたのって聞いたら、なんかちょっともうとにかく部屋に幽霊が出て、うん、もう自分一人耐えらんないから、うちに今からタクシーで泊まりに来てくれって言って、うん、そんな夜中にタクシーでちょっと無理だと思って断ろうとしたんだけど、もうとにかく必死で泣いてるから、まあ、しょうがないから行くことにしたらしいんですよ。で何があったのって部屋について聞いたら、なんかね、彼女は家に帰ってきたから彼氏と電話をしてたらしいんですよね。でそれでスマホで顔が見える、まあ、LINE かなんかかな、うん、なんか顔が見える通話で、それでこうスマホを立てかけてこうやって話をしてたら、うん、そしたら彼氏が急に「あ、友達遊びに来てんだったらもう俺電話切るよ」って言ったらしくて、で「あ、いや誰もいないけど」って言っても「いやいるじゃん」みたいなことを言って、なんかちょっとね言い合いみたいに なったらしいんですよ。でもう「え、何言ってんの?」と思って自分のスマホを見たら、ちょうど自分のスマホのとこにこう自分の顔も映ってるじゃないですか、ちっちゃくこう、はいはいはい、であれをねよーく見たらね、なんかねいないはずなのに自分のここのとこに人の顔みたいなのが見えるんですって、画面の中には、うんうんうん、であって振り向いたらこっちはもちろんになって、でそれなんだろうと思ってたら彼氏の方が急になんか気づいたみたいで、うん、わっって言って、うんうん、急に電話切っちゃったらしいんですよ、うん、で電話かけ直しても全然出てくんなくて、でなんかそれでもう彼女パニックっちゃって、そのスタイリストの友達に電話かけたって言うんです、うんうん、だからもうそんなことだったらもう部屋引っ越した方がいいよって言って、うん、でそれで後日なんかそのまたこう LINE 通話、そのスタイリストとその友達でね、うん、やりながら一緒にこうパソコンでネットで家を検索しながらこう話をしてたらしいです、うん、そしたらね、あ、ここいいんじゃないここいいんじゃないみたいなことを言ってた時に、なんかちょっと部屋の間取りの写真ってあるじゃないですか、であれをこう見てたらね、キッチンが映ってて、そこの下にシンクがあって、そこにこう蓋がありますよね、引き出しじゃない、ドアみたいなのが、でそれがねちょっとね開いてる写真があって、でよーく見たらね、その真っ暗なそのシンクの下のとこに男の子横顔がバッて浮いてるのがあって、下からね10センチぐらい浮いてるらしいんですよ。でそれ2人で見つけて、でそのスタイリストの気持ちは人はね、気持ち悪いって何これってその彼女の方に言ったら、彼女はなんか全然驚いてない風で、うん、あ、これ私の部屋にいる人だって言ったんですって、うん、え、でそのスタイリストの人は、え、彼女何言ってんだろうと思うと同時に、うん、あ、引っ越しても無駄かもしんないな、うん、なんかふーっと思って、うん、なるほどね、だからまあ普通にね考えたらね、その部屋にいた霊で引っ越せば逃げれるのかなみたいに思うのがそうじゃないかもしれないって、まあ、根拠はないんだけど、うん、なんかその彼女の対応を聞いて、うん、そのスタイリストさんがねもう本当ピーンってきたって言ってましたけどね、だからなんかその竹内さんがねおっしゃったね、自爆霊じゃなくて、うん、なんか移動するものっていうのはやっぱりこう人にくっついてんのかもなみたいな、なんていうんですかね、その、まあ、守りたい人の念っていうんですかね、僕の後輩の話なんですけど、まあ、その後輩が、まあ、ある方とお付き合いすることになって、そのまあ方っていうのはもともとバツイチで子供がいる女性の方だったで、同棲するようになって、まあ、しばらく仲良くしてたんですけど、まあ、まあ男だからというのはあれですけど、ちょっと気の迷いじゃないですけど、久しぶりにかかってきた女性、昔元カノから連絡がかかってきたんで、つい出て、まあ、仲良く昼間喋ってたと。で、まあ、そのことはその彼女にはまあ当然バレなかったしって、でそういうことがあって、まあ、でも別にやましい気持ちはなかったんですけど、何回もそうやってやり取り してるうちにこうちょっとまあまあなんていうんですかね、懐かしいなって思ったりとか、自分の中でちょっとなんか気に迷いが出てきたみたいな時があったらしいんですよ。でまあその時は自分では何にも考えずに、そのことも普通になんかまあバレないもんだから調子に乗って喋ってたんですけど、そのことのある日電話を切ったんですよ。で、まあ、お昼間っていうのはそいつは後輩は家にいたんですけど、その女性の方と
その子供はもちろんその幼稚園に行ってるんで、女性の方は働きに出たんで、いない間にこう連絡を取ってたんですけど、電話切った瞬間に彼女から連絡がかかってきたって、ね、わーっと思ってバッて出て、で出ても話し声は普通なんですよ。もう特に変なんじゃないというか、今日何時何時に帰るから何か買ってきてほしいもんあるとか、いや別にあの今俺はないけどなみたいな、自分の中でちょっとさっきまで元カノと電話してたんでちょっと怖がりながらこうやっていやいや普通にってしどろもどろになってたらしいんですけど、急に彼女が今女の子といるやろって言ってきた。いやいないよ、当然その場にはいないんで、いないよ。嘘、でも女の人の声聞こえるよ。いやでもこの場にいないよ、おかしいなって言って、その時は電話来たと。でまたその日夜になって、まあ、帰ってくるんですけど、喋ってると、いや今日絶対女の人の声がしてたけどね。いや声、いや私はもともとちょっと霊感があるからあんまりこういうことは言いたくなかったけど、ずっと僕が私の電話口でやめて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 って聞こえてたよ。いや何その気持ち悪いな、この部屋に何かいるのかなみたいな話になったんですけど、いやでも特に分かんないしねみたいに言ってたら、玄関がピンポンってなった。えって、で見に行ったら女の人がいるらしいんですよね。でそのレンズでバーって見るんですけど、ずっとうなだれたままで顔が見えないです。なんやこの女の人と思って、でも開けるのもやっぱ怖いんで、ずっといや今変な人いるから、どんな人ちょっと見てきてって言って、次はその奥さんがこう、奥さんっていうか彼女が見に行ったんです。そしたらもうその時は女の人いなかったって、あれ一体何なんやろうなっていうことがあって、また3日ぐらい経つと同じように、まあそんなことだと思ってないで、また彼女の元カノと連絡を取ってたら、その時にちょうどピンポンってなったらしい。でまあ元カノと電話でちょっと今人来たからって一回切って、バッてレンズで外覗いたら同じ女の人が立ってるんですよ。うわまたこの時間に来た、どういうこと気持ち悪いと思って、で急いで彼女にも、今の彼女に電話かけて、今またあの女の人が来てんのって、って言って、どういうことやろうって、どんな人ちょっと怖いからちょっと警察にも連絡した方がいいんじゃないって、まあ、警察に連絡するんならどんな人か見たいと思って、バッてこの彼女に電話かけながらレンズ覗いたら、そのドアの前に彼女が立ってたんですよ。もうびっくりして、お前なの、今いるよ、何言ってんの、私今会社で働いてるよ、って言って、もう一回ガッて見たら、またその女の人もいなくなってたんですよ。でどうしてもその意味が分かんないから、彼女にこうこうやったって家帰って話したら、私その昔から霊感が強いところがあって、昔から言われててんけど、自分がこれ嫌だなとかあれだなって、なんか嫌なことを感じたら、生き量じゃないですけど、自分の不満に思ってることが形になって、私の姿で相手のところに届くっていうんですよね。であまりにもそれが怖くなったんで、洗いざらい、まあそのいややましいことはないねんけど、元カノと連絡取ってたんよって言ったら、もしかしたらそれをなんとなく感づいた私が自分でそれを止めに行って、そのやめてやめてっていう念の声が電話で聞こえてたんじゃないかっていう不思議なお話なんですね。だからな、まあ、亡くならなくてもこう生きてる状態でも人のこう念ってこうなんか思いって形になるというか、不思議な方でしたね。その富山県でその当時 AD かなんかしてた人の話なんですけど、ディレクターの人がローカル番組の制作の制作をやってあって、で夕方の、今日の、取って出しみたいなコーナーがあったんですけど、そこでこう富山県のローカルニュースをいろいろ調べてったの、でそこで出そうと思ってニュースで、でなんかその富山県のある地方 の、 その村で、その犬を飼ってはいけないっていう村があると、
でそれはなぜかって言ったら、その村の、神社に、猿神、猿の神様を祀ってる。だからあの猿と犬って仲悪いってこう迷信ですけど言いますよ、うん、でその猿神社に気を使って、あの村がもう昔から犬飼ってない、うんうん、でそのあんましその地元の人でも聞いたことないから、うん、これはニュースで行ってみようと思って取材しに行ったんですって。で、まあ、そういう風習が伝わってるってぐらいやから、こう村自体がこう何ていうんですかね、あの物々しいというか怖いところなんかなと思ったら、もうめちゃくちゃ綺麗な、うん、あの整備された場所やったらしくて、それでその神社も、うん、めっちゃ綺麗ですって。だからあこれ多分風習やなって思って、 今はもうそういう、犬ももしかしたら飼ってるんじゃないかなって思って、周りを取材したらしいんですよ。おじいちゃん、おじいさんが村の人で畑を耕してたらしくて、うん、でその人に、すいません、あのこういうもんですって、こういう噂聞いたんですけど、ここってあの犬飼ったらあかんのですよね、あそうそうそうって言って、あのあそこの神社が、この村の神社があの猿の神様を祀ってるから、みんな気使ってここは飼わへんの、あ犬は飼ってないの、ああそうなんですかって、でもまあ、なんとかさん家は犬飼ってるよって言うんですよ、あそこの家はって言って、ああそれじゃあもう今はもうそんなんあの誰も守ってないんですねって、それで その犬を飼ってる人の家に取材に行こうとしたら、そのおじいさんが、あちょっと待ってって言って、あのあそこの家は犬飼ってから、あのお母さんと娘さんが立て続けに死んだから取材やめといてって言ったっていう、でこれはもうニュースに出せないなって言って引き上げたっていう話がありましたね。だから迷信やけど、迷信やと思ってたもんが本当にあの災いが起きてるっていう、いまだに多分買ってな、買ったら何かが起こるんじゃないかな、見えない力だよね。そうなんです、うん、何かあるんですかね、うん、その原因となった何かみたいなのが、うん